ハム市の象徴的建造物、ガラスの像ハム級市街、ハム、ラテン語、ハンモナは、ドイツ連邦共和国のルトラインベストファーレニ州、アルンスベルク行政管区北西部に位置する軍、独立市である。ルール地方の北東端にあたり、ラインルール大都市圏に含まれる。ハムは、多くの鉄道路線が交差する、古典的な鉄道都市である。現在では大部分が閉鎖されている。 装車場貨物駅は、かつては、ヨーロッパ最大のものであった。ハムは、ルール地方の貨物駅とみなされていた。この町は、地域計画上中級中心に位置づけられている。多くの地域再編の後、1975年に、ハム市は、現在の広がりと10万人を超える人口を獲得し、大都市となった。 2017年の人口報告によればハムの人口は約18万人である。2016年12月31日の人口は17万9570人で、ドイツの大都市リストでは43番目に位置している。この町はベスト・ファーレン・リッペ地方連合、ルール地域連合に属し、連邦最大の上級地方裁判所である。 ハム上旧地方裁判所の所在地である。ハムは、ルール地方の東、ベストファーレンの中心部に位置している。自然地域区分上、この町は、ベストファーレン盆地に属している。リッペ川の北側に位置する部分は、ミューンスターラント及び、リッペ高地に属している。リッペタールは、南の低地につながっている。南側は、ヘルベーク翼屋に移行する。ハムの市外部は、 立辺川の北岸及び南岸に広がっている。立辺川は東から西に向かって約 31.665km にわたって市の中心部を貫いている。内市街の東で支流アーゼ川が立辺川に左岸川から合流する。この川は市内で2番目に大きな川である。その流路は九百十三年に内市街の西部から東に移され、 そこでは現在クアパークに戦艦が設けられている。これは、アーゼ川の水をだってルンハム運河を用いてリッペ川に流すものである。地域内の天然の最高地点は、リッペ高地南東部でボックムヘーフェル地区北西部のインデアゾンマーブレー通り沿いの海抜100.5メートル地点である。地域の外側数メートルの場所に、これよりも高いクリッカーベルクとホムベルクがある。 アーレンからオルフェンまで、リッペ川の北側には、山が連なっている。南岸では、リッペ定地は、ヘルベーク翼夜に緩やかに登っていく。人口の最高地点は、ボタヤマキッシンガー平の海抜112.3メートルである。ハムの最低地点である海抜37.7メートルのアムラウスバッハは、リッペ川南岸にある。 市境の距離は 104.0km である。市の広がりの最大値は、南北 18.2km、東西 21.9km である。ハムの都市管区配置図地域は、ハムミッテ、ハムエントロプ、ハムリー、ハムイコールペルクム、ハムヘリンゲン、ハムボックヘイフェル、ハムヘ線センの7つの都市管区からなる。それぞれの管区は、管区の住民による選挙で選ばれる19人の、 管区議会を有している。管区議会は、その構成員の中から、管区の代表者で議長を務める、管区責任者を選出する。自治体行政の分散を図る観点から、ハムは、住民共同体を形成している。統計上の目的から、都市管区は、いわゆる、統計管区さらに、建設ブロックに細分される。 統計管区は二桁の番号と固有の名称で識別される。都市管区とそれに属す統計管区は以下の通りである。以下にハム市に隣接する市町村を東から時計回りに列記する。リペータール、ベルバー、ベルル、ウナ、ベーネン、カーメン、ベルクカーメン、ベルネ、アッシェベルク、ドレンシュタインフルト、アーレン括弧内の数値は各市町村との市境の長さである。 ハムの市境の総延長は 104km である。最寄りの大都市には、市境の北約 34km のミュームスター、南西約 30km のドルトムント、南約 43km のハーゲン、東約 64.5km のパーダーボルーン、北東約 62km のビーレフェルトがある。市の創設から、宗教改革までハムの城山ハムは、 1226年の灰の水曜日にマルクハクアドルフ一世が建設し都市圏を授けた計画都市である。ハムの創設はマルクハク領を軍事的にも経済的にも強化し、それによって統一された権力を形成することを目的としたこの白化による一連の都市建設の始まりであった。都市建設の誘因はベスト・ファーレンの世俗の貴族と 境界を世俗の影響から解放し、ザクセン公領から分離したベストファーレン工領の強化を目論むケルン大司教エンゲルベルト一世との間の紛争であった。部分的には密接な血縁関係にある敵対者間の緊張は、大司教が血縁者のアルテナ・イーゼンベルク伯フリードリヒの追従者グループによって殺害されたことで頂点に達した。これによりフリードリヒは、 帝国はト系となり、最終的には、ケルンで処刑された。彼の所領、シロニー・インブリュッゲ氏は、懲罰処置の一環として、マルク・ハク・アドルフ一世によって取り壊された。イーゼンベルク家の後継者はこれを、自分のものにしようと努め、共通の本家である、アルテナイ・コールベルク家の所領は安堵された。ニー・インブリュッゲ氏の住民にも、リッペ川を、 数百メートル遡った場所に新たな土地が提供された。ニーンブリュー月市の遺構は建築資材として利用された。こうして東のアーゼ川がリッペ川に合流する地点に形成された。岬にトムハンメあるいはハムという名前の新たな集落が建設された。これはそこにあった古い香木地ハムにちなんだものであった。名称は時代とともに変化し、 現在のスペルハムとなった。その後数世紀の間に、ハムは中心的な都市となり、やがて白の宮廷所在地となり、マルク白陵の都市の高等裁判所所在地として、機能するようになった。今日まで続く、この町の永続的な司法の伝統が確立されたので、ある。1437年から、 ハムの宮殿に住んだハク・ゲルハルト・フォンデア・マルクツーハムが1461年に亡くなり、ハムは宮廷機能を失った。やがてクレーベ公を兼ねることとなったハクはクレーベのシュバーネンブルク城に住むようになった。ハムは1549年からハンザ同盟においてマルク・ハクリの都市に対するプリンチパルシュタットの役割を担うこととなった。ハムが ハンザ同盟に加盟した正確な時期は不明であるが様々な文献から1417年から1471年の間とされている。1494年には近隣のミュンスターがベストファーレンにおけるハンザのプリンチプルスタットとなっている。現在のパウルス教会の場所にあったこの町最初の宗教建築である礼拝堂は セイゲオルクス教会建設のために1275年に取り壊された。この教会は1337年4月17日に初めて母教会であるマルクのパンクラティウス教会から教区が分離された。この教会は現在もハムの中心となる教会建築である。1270年にはすでに死党会女子修道院が設立された。 この修道院は1290年に都市の前にあるケントロプ館に移された。1455年には二つ目の修道院としてハムフランシスコ修道院が創設された。この修道院はミューンスターの最先霊派の反乱勃発時にはミューンスターに繰り返し説教者を派遣していた。この他に町の景観を形成する建物が16世紀と18世紀に建設された。 1444年から1449年のゾーストのフェーデでこの町は1444年6月5日から新たにゾーストの領主となったヨハンフォン・クレーベの側につきゾースト氏とケルンダイ教との紛争に溶解した。彼らはゾーストの領主として以前の地位に服しようと試みたのであった。その結果1444年に ケルン大司教権戦抵抗によりハムの帝国アハトが宣告されたが、劇的な結果をもたらすことなく、1226年の状態が引き継がれた。こうしたフェーデや帝国アハト系にもかかわらず、この街ではこの時代の経済が繁栄した。その根幹をなすのが、1448年に発行された条例であった。これによれば、 ハムとハムの都市の外のものは何人もパン製造、醸造業、靴作り、タンや仕立て屋を営むことができなかった。農村の住民はこれらを町で購入しなければならなかった。この条例は19世紀になるまで有効であった。1498年のミュンスター市との同盟協定もハム市が比較的高い自治権を有していたことの証拠である。 1503年にローマドイツ王、後の皇帝マクシミリアン一世によって、ハムは、すべてのベスト・ファーレン秘密裁判や、その他の要素での裁判を免除された。1531年のペストと思われる薬病、1533年から始まった、市民闘争、地方領主の様々な干渉によって、経済的衰退が起こった。宗教改革から、 フランス革命までハムでは1553年に宗教改革がなされた。大きな主教会制御オルク及びラウレンティウス教会は改革された教区教会と改名され、これ以後ハムの強力な改革派組織の集会所となった。新しいルター派教会が1562年にオランダのガルバン主義者カレル・ガルスを牧師に選ぶと製造破壊運動が起こった。これによって この教会の芸術作品のほぼすべてが破壊された。1557年に飢餓が、1558年には、度重なる火災がこの町を苦しめた。その少し後、領主である、クレーベ、マルク及びラーベンスベルクコーヨハンに対する、リンネル織職人のツンフト代表による陳情に橋を、発したパン職人と、リンネル織職人の争いにより、死は、 苦労して獲得した特権を1570年に失うこととなった。その結果、ハムの自治権は縮小され、両主の絶対支配の余地が生まれた。早くも80年戦争でハムは戦闘に巻き込まれ、この都市周辺を含むベストファーレン地方は1587年から繰り返し荒廃させられた。スペイン軍司令官で、 オランダ総督のアレッサンドロ・ファルネーゼは1587年に軍をハムの前にまで進軍させた。彼はこの町を征服しようとし、町は身の白金を支払った。1598年、略奪を行うスペイン兵は、ハムの北に位置するキルヒシュピール兵船を荒廃させた。1600年頃の魔女狩りの犠牲者のためにハム兵船に記念碑が建立されている。 1609年に、マルク家の団形血統が断絶するとその白領は、ーリヒクレーベ継承戦争によりブランデンブルク、選定公領となった。選定公は1614年に、オランダへの援軍を要請され、その軍は9月23日に、ハムに宿営した。1618年の戦争勃発後、1648年まで、様々な軍勢がハムを占領した。 30年戦争終結のベスト・ファーレン条約によって、ようやくブランデンブルクによる領有の主張が認められた。しかし、マルク家の遺産問題が最終的に解決したのは、分割協定が結ばれた1666年のことであった。ハムはブランデンブルク領に残留し、その弊社を有していた。この弊社は伝統的に不評連帯で構成され、 その後当時のプロイセンのナンバーリングの導入によって、1646年から、不評第9連帯となり、マルク白領から徴兵された。1647年に出版されたマテウス、メイリアンの同伴画に描かれた、ハム1650年に、ハムで最初の書籍印刷業者が確認される。1657年には、法学、進学、 哲学の三つの専門学部を持つ大学ギムナジウム、イルストレアカデミクムが設立された。こうした発展は、この街の新たな繁栄と同時に、戦後の両方復興にかける領主の努力を示す、ものでもある。この大学は、1781年まで存続したが、それ以前の1766年から、すでに学生は登録されていなかった。この学校は、 中世から存続していたラテン語学校に統合された。現在の人文系ギムナジウムハモネンゼがその後継である。1701年、ブランデンブルク選定綱領,領はプロイセン王国に移行した。1718年にハムは毎年交代する議会の代わりに永続的なマギストラート制度を導入した。1741年にハムは この街の発展を繰り返し阻害する最悪の一つに見舞われた。今度は大規模な都市火災であった。旧半座都市時代の古いゴシック様式の市庁舎や346棟の家屋が犠牲となり、パウルス教会の塔や私文書館も怪人に返した。数多くの民家が石造りで再建された。この火災を教訓2743年に火災条例が制定された。 プロイセン政府は自治体行政に関する命令を発令し、1753年にハムを軍庁所在地とするハム軍が設立された。これに加えてハム地方裁判所や1787年にはメルキシェ戦争国有地管理局が設けられた。その総裁にははじめシュタイン男爵が任命された。1760年代の7年戦争は、 新たな町の破壊と、それに伴う防衛施設の強化をもたらした。最終的には1772年に、新しい弊社が建設され、弊社の周囲には防衛施設が設けられた。これはそれまでの市民の住宅に設けられた。弊社建設のための資材を調達するために、丸九条は破壊された。1803年にはその最後の基礎壁も撤去された。自然石は、 岩野とボシー・リッペマルシュでは高価である。近代フランス革命からドイツ国建国まで、フランス革命はハムに難民の波をもたらした。その中に未来のフランス王ルイ18世と後のシャルル10世がいた。彼らはハムをフランス亡命政府の拠点とし、何ヶ月もの間この町に滞在し、フランスに属してはいないものの、その議事首都と,となった。 1796年から1798年に、シモンが解体された。ハムはこれ以後も、弊社所在都市ではあったが、防衛施設を持たなかった。それまでの防衛施設は、戦争技術の発展に追いつけなくなっていた。フランス革命の結果はプロイセンに、従ってハムにも押し寄せてきた。1806年10月23日、 フランス皇帝、ナポレオン軍がこの町に進軍してきた。1808年に、ハムは、ベルク大公国の領土となった。フランスをモデルに建国された、この属国内でハムは、おごりの主流となった。1813年に、ハムは再び、ホーエン・ソレルン家の所領となった。しかし1815年、 フランスとの講和条約に基づいて、9マルク白領周辺地域の行政機能所在地は、アルンスベルクに移され、ハムはその地位を失った。新しい行政管区はハムに置かれる予定であったが、アルンスベルクに行政管区を置くよう圧旋していた、州長官、ルートビヒバンビン家の策動によりこの計画が阻まれた。その代償に、それまでクレーベにあった、上級地方裁判所が、 ハムに置かれた。1816年からインフレーションと飢餓がこの街を支配した。ナポレオン戦争後、州ト市はプロイセンの支配下に服し、1840年からは東、南、西の郊外が大きく発展した。1839年にアルンスベルク県の国防機兵隊に奉仕する馬、長教協会が発足した。 この年以後、馬市が開かれた。1961年から最後の開催となった2008年までは、センツラルハレで開催されていた。工業化の時代は、1840年代の終わり頃に、民伝方面から、すでに存在していなかったモンの前まで押し寄せてきた。ハムに鉄道が建設されたのである。 最初の駅舎は1847年に開業した。これはハム経済の駆動力となり金属工業の進出を助長した。1848年の革命はハムに影響を与えないではいなかった。暴動を鎮圧するためにイーザーローンへ行軍中の軍隊がハムで歓迎を受けた。1853年にはハムの司法の長い歴史の中で最後の死刑執行が なされた。19世紀後半に目まぐるしい経済発展が起こった。1856年にホプレッカービッテイコールヘルバースケーブル工場が開業し、現在の WDI の基礎が築かれた。ドイツ国建国から第一次世界大戦終戦まで1871年のドイツ国建国は国家のプライドと戦争で敗れたフランスからの 保証金とともに、その発展を後押しした。1873年にはすでに、フライスケ地区の人々は、新たな工業の原動力となる、黒い黄金、すなわち、石炭の探索を至るところで行った。3年後の調査ボーリングが、マルク集落近郊で、円水線を掘り当てた。この発見が、ハム光線の創設につながり、現在の宿命、バートハムに反映されている。 こうした発展に、鼓舞されて市は大きく成長し、これに伴って、都市生活を送るための近代的な、インフラストラクチャーが必要となった。1891年から1892年に、下水道が建設された。1898年には、最初の路面電車が開通し、1858年に、ガス工場が設立された。 19世紀から20世紀への変わり目頃、ろ、1901年に、ハムは人口3万人を超え、ハム軍にとどまらなくなった。本市は、軍独立市となったが、当初は、軍両政機関の所在地であり続けた。現在の地域における鉱山の時代は、デバンデル鉱山のファインリヒ鉱とロベルト鉱が掘られた1903年に、始まった。さらに、マクシミリアン鉱、その後、 ラートボート港やザクセン港が続いた。しかし1908年は、ハム市と当時のボックムヘーフェル町にとって、かの年になった。激しい嵐とその後に起こった、ラートボート港の港内火災によって348人の死者が出た。1913年、ダッテルンハム運河が完成した。ハム都市港は1914年に開港した。 それまでの多くの戦争がそうであったように、第一次世界大戦がこの町の発展を妨げ、1914年に地下水が充満したことで、マクシミリアン港は放棄されざるを得なかった。戦時輸送の緊急性が優先されたため、必要な資材をタイミングよく入手することができなくなった。11月革命とバイマル共和制第一次世界大戦終結とともに、 駅幹部職員1000人をめぐって、ドイツ革命に巻き込まれていった。1918年11月9日、老兵、レーテが結成されたが、翌1919 19年3月2日のプロイセン、地方議会選挙で政治的に排除された。バイマル共和制時代の地方選挙では、総じて中央党が、ハムでの指導的地位を占めた。 中央党は1933年3月の不自由な選挙で初めて n s d オッピーに敗北した。1918年12月にガス工場が創業を停止した。その代わりに1920年からラートボート港がこの町にガスを供給した。1920年カップ一気に触発されてコーフラが結成した赤軍が 国防軍と戦闘を起こし死傷者が出た。鉄道橋が爆破され、失敗した甲府の指導者3人が射殺された。ルール占領時に、ドイツ国初代大統領、フリードリ・ヒエーベルトがハムを訪れた。ルール地方の占領された地域から追われた役人たちが、亡命した。これには、ハムで、ベルギーやフランスに対する抵抗運動を組織していた。 国有鉄道指導部などが含まれていた。1925年ハムの近郊交通機関として乗り合いバスが開業した。この乗り合いバスは1961年から路面電車に完全に置き換えられた。国家社会主義な地等の権力掌握後、市内では社会民主主義者や共産主義者に対する警察の介入が繰り返された。 ユダヤ人コミュニティに対する最初の侵害も行われた。1933年12月15日のプロイセンのジェメイン・レバー・フィシュングス・ガ・セーツや1935年1月30日のドイツ自治体法により、ハムにおいても私行政や死指導部の強制的同一化が完了した。1985年11月の迫害運動でハムのシナゴーグが荒らされ、 その後ユダヤ人自身によって取り壊された。これ以後、外国へ亡命するなどして安全を確保することができなかった。ドイツのユダヤ人は国外追放された。1933年に動物園が開園し、1938年には現在の連邦アウトバーン2号線が建設された。1936年にバルメナンデアルールの浄水道が 軍需産業も含め全般的な水供給を改善するためにハム市をその管轄に含めた。1939年4月1日、ブルクマルクの残りを含むマルク村が本市に合併した。イギリス軍の空爆を受けるハム駅第二次世界大戦ではルール地方は頻繁にイギリス空軍を呼びアメリカ空軍の爆撃目標とされた。 1945年の終戦までに、市街地の他に、ハムソ奏者場、ヨーロッパ最大であった、貨物駅、ベストファーレンケーブル産業、ベストファーレン連合など数多くの工場を含め、約60%が破壊された。最初の爆撃は早くも1940年6月初めに行われた。これは、イギリスの工業都市の一般市民に対する、 ドイツ軍による攻撃に対する報復として、イギリスの爆撃機が夜間に攻撃したものであった。この他に1940年9月8日の真夜中、前にも攻撃がなされた。2機の爆撃機が聖母協会を爆撃し、甚大な被害をもたらした。これは爆撃の犠牲となったドイツで、最初の教会であり、ゲッベルスが率いるナチス広報部門がこれを利用した。 この結果、ハムには11棟の統治下や数多くの防空壕が設けられた。ウソフのハムに対する日中の空爆が1943年3月4日に行われた。メーネタールゼキなどが破壊された1943年5月16日、17日のチャスタイズ作戦では、RAF 爆撃機部隊はハム周辺を大きく迂回して飛行した。 1944年の大規模な攻撃は、本市に深刻な被害をもたらした。死者1029人のほか、大量の文化財が失われた。1741年の火災以後に設けられていた、私立文書館は1944年12月に、再び失われた。同じ年、雑ン港で、死者169人の脱出事故が起きた。 1945年の戦争終結間際にハムはアメリカ軍に占領された。廃墟と化したハム域のアメリカ兵ハムは1945年4月初めにアメリカ軍によって占領された。ドイツの他の場所では戦争は5月初めまで続いていた。戦争は5月8日に国防軍の無条件降伏で終結した。ハムはベスト・ファーレンのルール地方で ドルトムントに次いで最もひどく破壊された都市であった。現代終戦、この町の復興が必須であった。瓦礫の中から無傷で残った統治下が突き出していた。1951年に動物園が再開され、1954年にパウルス教会が新たに成別された。ただしその教会塔が完成したのは1962年であった。 この町で最初の高層ビルの建設は1959年に終了した。この建物は高層の統治下を凌駕し、ハム上級地方裁判所とその主席検事の所在地となった。塩泉の枯渇により、温泉町ハムの伝統は1960年に途絶した。かつての温泉施設の敷地は現在もリハビリセンターとなっている。 マクシマーレと市場化装置の建物は、温泉町ハムの伝統を引き継ぎ、刷新していくという市の上層部の意思を表している。1968年1月1日、ハムは、かつての町村、ベルゲ、ベストテューネ年及びビーシャーヘーフェンの一部と合併して、拡大した。1975年1月1日、第二の自治体新設法に基づき、ボックムヘーフェル、平戦。 ペルクム、リーネルン、エントロープを併合した。1977年に、電力、水道、ガス供給、近郊交通の様々な会社がシュタットベルク、ハム GMBH に統合された。ラートボートコアト工業の、ゆっくりとした衰退は1976年に、ハムに及んだ。ザクセン港の閉鎖は、3年後に行われた。 その巻き上げ等の爆破とともに失業の波をもたらし、その後1990年にラートボートコーデの再興が停止されたことでより深刻化した。工業の衰退によって必要となった構造改革は2010年代の現在も完了していない。1983年エントロップでの超高音原子炉の建設によりハムの原子力時代が始まった。 その時代は早くも、チェルノブイリの事故によって1989年9月1日に完全に幕を閉じた。1986年5月4日の事故や、その他の多くの不具合によってこの新しい技術に対する信頼性が完全に損なわれたことから、この年にコストを理由として原子力発電所の廃止が議決された。1991年10月10日。 この発電所の乾燥冷却塔が爆破された。1984年、ハムで初めて、ノルトラインベストファーレン州庭園博が開催された。旧マクシミリアン港の敷地に、マクシミリアンパークが建設された。この庭園は、現在も、本市最大級のレジャー、保養施設の一つである。このために作られた巨大な、グラースエレファントは、現在、パウルス教会と並んで、 本市の象徴的建造物となっている。1985年に市のゴミ焼却施設が稼働を開始した。その1年後にまさねく事件がこの町を揺さぶった。特にゴミ焼却施設やスケートリンクに貢献があった経済振興、スポーツ、人海処理部門の二人の博士号が偽造であったことが判明したのである。同じく1984年に ハマーバンクシュパダカイジーの理事が脱税法助の罪で捜査され、逮捕された。捜査の結果、大規模な銀行監査が行われ、多くの再建の再評価が終了し、この共同組合銀行は経営破綻の危機に瀕した。1987年にこの銀行から、ドイツ共同組合銀行のバッドバンクの一つである、バッグ銀行が成立した。ショッピングモール。 アレイコールセンター1988年のイーゼンベックブルワリーの閉鎖により、ハム市の何世紀にも及ぶビール醸造の伝統が途絶えた。1990年に古い醸造所を解体した後、アレイコールセンターの建設用地に転用された。1992年に開業し、1997年からは通りの向かいに位置するリッターパサージェと統合され、 本市最大のショッピング複合施設となった。1990年から民間ラジオ局リッペベレハムがハムで放送を開始し、1993年からケーブルテレビのオープンアクセスが開始された。同じ年にグスタフ・リュープケ博物館の新館が開館した。この博物館はドイツ最大級のエジプトコレクションを収蔵しており、 街の歴史を紹介する常設展示の他に、定期的に興味深い入れ替え展示を行っている。ハムの文化、エコ都市への改革は、1998年のエコセンターの設立、大規模、シネマコンプレックス、シネマックス x の開館、改修、一部新築されて2003年に再開された、クアハウス、SRH 流通。 経済専門大学の開校と徐々に進行している。この大学は、私立図書館や市民大学とともに2010年に中央駅に隣接する旧ホルテンゲレンデの新しい建物に入居した。ハム私立図書館は2005年にビブリオテックでエアーレスに戦後を受賞し、文化都市ハムの姿を完成させた。2002年7月7日の完成。 新生化以エントロップのヒンズー教寺院スリカ町アンパルは、ヨーロッパ最大のタミールイコールヒンズー教寺院であり、北部インド様式で建設された、ロンドンの寺院に次いで、ヨーロッパで2番目に大きなヒンズー教寺院である。2006年と2007年に町を騒ぎに巻き込んだ2つの政治的な影が落とされた。リッペ川沿いの草地に人造庫を作る政策は、 あらゆる予想に反して、住民投票の結果、失敗に終わった。増電デンカンプ事件は20年前のマサネク事件を思い起こさせるものであった。フレンデンベルク出身のシーディの地方政治家、ディルク増電デンカンプは、偽造した書類で市の文書館の地位を得ようとし、より優れた応募者があったにもかかわらず採用された。しかし、2006年以降喜ばしい知らせもあった。 1>, 1月、ノルデンバルに位置するエリーザベト小児病院の解体工事中に、1269年に初めて記録されている、町の創設者マルク・ハク・アドルフ一世の城の基礎壁が発見された。発見された壁の遺構は一部が新たに復元され、老人福祉施設、アンザンクト・アグネス前の土地で見ることができる。1939年4月1日、 ハム市にマルクが合併した。マルクはマルク博の故地であり、加盟はこの地にちなんで名付けられた。1968年1月1日に、ベルゲとベストテュネン及び、ウナ軍ビーシャーヘイフェンの大部分がこれに続いた。現在の軍独立市ハムのハントは、1974年の市町村新報で、1975年1月1日に発行した。 ミュンスター、ハム法44に基づいている。当時以下の市町村がハムに合併した。ハム市の1871年以降の人口水位人口水位の状況を自由に遡ることはできない。最も古い正確な数字は1819年の人口調査結果である。それ以前の世紀の値は不正確な見積もりに基づいている。例えば、 この町の1618年の人口が約1000人と見積もれる程度の精度である。1819年のハムの人口は4657人であった。現在ではハムよりもかなり大きな、当時の自由帝国都市ドルトムーンとの同じ都市、の人口は4453人であった。エッセンは1822年に4842人。 ミューンスターは1818 18年にすでに15,158人、ケルンの1819年の人口は55,355人であった。ハム、ドルトムント、エッセンは19世紀初めにはいずれもラインベストファーレンの中規模都市であり、ゾーストやウナと同規模の町であった。ハムでも19世紀の初めに工業化が徐々に起こったことで、町は大きくなり、その後人口は、 急速に増加した。この町の人口は1819年の4467人から1900年には31371人に増加した。このため1年後には軍から外れ軍独立市を形成した。以下の表に示す通り、19世紀半ばから特に西部地区で人口増加が著しく加速した。 これは1853年及び1856年に西部地区に設立されたケーブル会社ベストフェリシェドラートインドストリートベストフェリシェユニオーンが直ちに数百人の従業員を雇用した結果である1925年までに人口は5万人を超えたその後の近隣市町村の合併 特に1975年1月1日の自治体再編によって人口は8万3000人から17万2000人に倍増した。ハムはこれによって大都市に仲間入りした。2003年に人口は18万4961人の史上最高値を記録した。ノルトベスト・ファーレン州のデータ管理統計局による2006年12月31日の ハムの公式人口は183,672人であった。2007年12月31日には179,853人に減少した。2013年現在の人口は176,048人で、IT、NRW が予測した2025年の人口よりも約4,000人少ない。 東京ハム市の2018年住民報告書によれば、1997年、当時の市内の宗教分布は以下のようであった。これに対して、2017年末時点の宗教分布は以下の通りであった。カトリック教会、パウルス教会何世紀も前から、ローマイコールカトリック教会の市教区境がハム市内を通っていた。リッペ川北岸地域はミュンスター市教区。 南岸地区は、ケルン大司教区ドルトムーンと主席司祭区に属していた、あるいは現在も属している。1337年に、ハムは、マルク博によって分離された、教会区の主流となり、1553年までは、ハムのカトリック教区教会があったのだが、その後ルター派に転じた。それ以後のハムに泊まったカトリック信者は1638年まで、 フランシスコカイハム修道院がケアを行った。この修道院は1660年から公式に教区の権利を有した。1821年リッペ南岸はパーダーボルーン市教区となったが、北岸はミュンスター市教区に止まった。現在も市内は2つの市教区の2つの主席司祭区に分けられている。パーダーボルーン、広塚さ教区のヘルビヒ主席司祭区と、 ミューミスター市祭区のハム主席市祭区である。福音主義教会早くも1533年から宗教改革がハムで地方を固めていた。しかし、それが完遂されたのは1553年であった。はじめはルター派の信仰であったが、1585年から改革派の協議が主流となった。ルター派信者は1650年から祭事を再開している。 両協会は19世紀にプロイセン全土で行われたルター派協会と改革派協会を統合して共通の福音主義協会とする動きを受けて統合された。1821年にハムはプロイセンの福音主義協会を呼びベスト・ファーレン地方協会の教区監督官が参加する協会会議の本部所在地となった。これ以後ベスト・ファーレン福音主義教会に含まれる ハム氏及び、近隣のアーレン、ベーネン、ゼンデンホルスト、ヒルベック、ベルネの16の福音主義教会が属す現在の、ハム教会クライスが成立した。自由教会、福音主義教会やカトリック教会の、他に、ハムには、様々な自由教会が存在する。例えば、ドイツ福音主義教会連合、KDR に属す2つの福音主義自由教会、2つの、 バプテスト教会、ペンテコステ派教会、セブンスデーアドベンチスト教会、統一メソジスト教会などである。その他のキリスト教系宗教団体新使都派教会は、ハムでは4つの団体に分かれている。さらに、末日聖徒、イエスキリスト教会、ユタ系譜学教会の系譜学研究所がある。フリーメイソン明るい光のヨハニスロッジが、ハムのフリーメイソンのロッジである。 このロッジは1791年7月25日に13人の人物によって創設された。翌日にゾーストや他の周辺市町村からフリーメイソンが集合した。かつてのユダヤ教、コミュニティハムのユダヤ人はおそらく何世紀も前にすでに礼拝書を有していた。それがどこにあったかは現在ではわかっていない。19世紀になって初めて 現在の三体コールモニカプラッツ 5A バンチに当たる場所にあった建物をユダヤ教会が獲得した。1831年にここに礼拝所があったことが証明されている。独自のシナゴーグはユリウス・レンハルツの建設計画に基づいて1868年9月12日に完成した。1938年11月9日の 排斥運動でシナゴーグは冒涜され、既存され、略奪された。放火は、旧市街が立て込んでおり、炎症の危険があるため、論外とされた。この建物は、最終的には1938年末から1939年初めに、取り壊された。市は建物を撤去し、そのための費用を、ユダヤ教会に請求した。夏時代、ユダヤ教会の信者の多くは、 外国へ亡命して安全を確保できなければ絶滅収容所に送置された。戦後、内市街のこの付近は駐車場に転用され、品ナ具のあった場所には公衆便所が作られた。こうした好ましくない状態が約50年間続いた。その後内市街の再開発によって新たな広場の建設が行われた。三体コールモニカプラッツ建設計画に基づき、 駐車場は改築され、公衆便所は取り壊され、記念スペースが設けられた。記念スペースのあり方について、シナゴーグを再建しようという考えもあったが、長い議論の末、シナゴーグのシルエットを描いた記念碑が、礼拝堂や、クライナーベストシュトラーセ5番地にあった、ユダヤ人学校、かつての活気ある生活と、その抹殺を思い起こさせている。記念スペースは、 パーダーボルーンのビルヘルム・ハーゲベリングによって設計された。そのすぐ近くのバス停はアルテ・ジナゴーゲ・マルクトと名付けられた。ユヌス・エムレ・モスク・イスラム教・イスラム教はハムにおける第三の宗教勢力である。信者は一般的に第二次世界大戦後のドイツの労働者不足に対応するため奨励された移住労働者であり、その頃から 数多くの礼拝スペースや小さなモスクを設けていた。現在様々な上部組織が管理する15のモスクが、市内にある、ジティブニ属ゾクスファティモスク、セレミ、モスク、サルタンアーメットメルケズ、モスク、ウルモスク、ユムスエムレ、モスク、ビックスニ属ゾクス、ボックムヘフェルイコールモスク、ハムイコールモスク、ヘーゼンイコールモスク、ヘリンゲンエムレイコールモスク、 イグムグニゾクス。ファティ・サルタン・ゲンクリック・マーキージー・モスク、エアップ・サルタン・モスク、グルーネ・モスク、イグドブニゾクス、ボスニッシェ・モスクのほか、上部組織を持たないエアール・ラフマーン・モスクや、エサラム・モスクもある。ヒンズー教エントロープのヒンズー教寺院、スリカ・マチ、アンパルは、全国的に広く知られている。ここには、毎年ヨーロッパ全土から、ヒンズー教徒が巡礼に訪れる。 ハム市長者ハム市技術系市長者1279年には、すでに市のトップとして議会があったことが証明されている。議会は1年ごとに交代した。実践ではラートは12人で、任期を終えると、オルターラット、アルターラートを形成した。議会は、当初、市の領主が指名していたが、1376年からは、住民が直接選出するようになった。 その後8人の選挙人による間接選挙となった。議会の代表者は、はじめは1人、その後2人のビュルガーマイスターであった。18世紀には、第一市長をラテンダービュルガーマイスター、その同僚をツバタービュルガーマイスターと呼んだ。16世紀以降、議会の実務遂行組織として、マギストラートが設けられた。これには、市長、2人の閣僚、 二人の漁業マイスターが参画した。1718年から毎年交代する議会は安定したマギストラートに置き換えられた。フランス統治時代にはメールが始業生を指導し、1835年からは改定された都市法の影響で市長を含むマギストラートが再び設けられた。市長は1892年から上級市長という称号になった。 国家社会主義の時代には NSD オッピーが上級市長の地位を占めた。第二次世界大戦後イギリス占領軍の軍事政府は新たな上級市長を指名した。1946年にイギリスをモデルとした自治体法が施行された。これに基づき住民によって選出されたラート・デア・シュタットが設けられ、その議員をシュタット・フェア・オルドネーテと呼んだ。当初、 上級市長は、議長並びに、市の代表者として、議員の五選によって選出される、名誉職であった。この他に、1946年から、議会は、市行政の指導者として、専人の、オーバーシュタットディレクターを選出した。1975年の市長存在編後、この町の歴史上初めての議会選挙まで、臨時代行者ヨルゲイングレフが、 行政運営を行った。1999年、市町村法の改定に基づき、市庁舎の二等体制が解消された。これ以後、千人の上級市長だけが存在することとなった。この職は、議会の議長、市行政の指導者、市の代表者を兼ねた。1999年に市民による直接選挙が行われた。この選挙では、 トーマス・フンステーガー・ペーターマンが当選した。2014年9月現在の市議会の政党別議席数を以下に示す。ハム氏の上りハム氏の紋章は、金字に産業の赤と銀の丸く白量の一松模様の横帯。市の色と市の旗は赤から白である。ハム氏は、この紋章を1934年に新しくデザインした。 しかし、13世紀から用いられていたものとほとんど変わりがない。市の紋章は、1226年にこの町を建設したマ丸区ク,クの紋章に基づいている。1968年と1975年の地域再編後、編入された市町村の紋章やその部分が、ハム市の古い紋章に組み込まれることはなかった。ハム市は、以下の都市と、 姉妹都市協定を締結しているエコイコールセントルムノルトラインベストファーレン州政府は1991年7月に州内の都市のエコロジカルな再生備への取り組みを支援するモデルプロジェクト未来のエコロジー都市を立案した。この運動ではそのコンセプトとプロジェクトがエコロジカルな再生の模範となる3つのモデル都市を選ぶことにした。 ハム氏は1990年代初めからエコロジカルでエコノミカルな再生を行動の主目的として宣言した。都市計画、交通計画、インフラ整備計画や経済振興といった古典的な分野をはるかに超えた多くの分野での刷新が必要であり、それは必然的に市民の生活習慣や消費習慣の転換と結びついていた。 1992年4月に NRW の委員会はアーヘンをライン地方、ヘルネをエムシャーリッペ地方、ハムをベスト・ファーレン地方のモデル都市に選んだ。このモデルプロジェクトの構想は10年間にこれら3都市でのエコロジカルな都市改造の模範的な様々な単を地方自治行政に互いに結びつけることを期待するものであった。 モデル都市はエコロジーに方向づけた都市の発展の機会や実現可能性を発展、移転させて、その際に確認される限界や障害を示すことになっていた。移転は NRW の地方行政、財政、法規制の通常の状態で起こり、他の市町村を模倣しようとするものになるはずであった。都市計画局にステアリンググループが設置されたことにより、 組織的な基盤が整備された。7つの環境テーマ、すなわちゴミ処理、教育、エネルギー、空き地と水、青少年、路盤と建設工事、交通の検討作業部会に行政、サークル、協会、研究機関、企業から広く参加者が集まり、速やかに最初の成果を上げた。関心を持つ人々全員に、街に対する自分のアイデアやビジョンをデザインし、 貢献する機会を与えた作業部会は後に続く具体的なプロジェクト、試作、活動の最初の転換コンセプトを作成した。その模範的な成果はエコロジカルな建築基準のカタログやエネルギーコンセプトの作成、調整に現れている。リッペコ住民投票2006年にハムで初めての住民投票が行われた。この投票で住民たちは 2007年から2010年に建設されることになっていた都市湖の建設について評決した。このプロジェクトの名称は立 p p であった。NRW でそれまで行われたことのなかった自由意思による住民投票は2006年6月18日に行われた。必要なのは同義に賛成であれ、反対であれ、投票権者、 数136,521人の少なくとも20%が投票することであった。実際の有効投票数は57,563秒であった。このうち暫定的な最終結果によれば43.1%が賛成、56.9%が反対に投票した。これにより湖の建設は否決された。 それ以前に調査会社園などが行ったアンケートでは、このプロジェクトは大きな賛同を得られていたため、この明白な結果は驚きを持って迎えられた。さらにローカルラジオ局、リッペベレハムの電話アンケートは、約2000人の回答者の91%が湖に賛成した。ハムの湖建設中止の決定は、湖反対者によって、 大きな成果であると評価され、祝福されている。決定に先立ち、湖の建設支持者は、例えば歩行者専用地区に人工の砂浜を作ったり、学校でチラシを配布したりといった多くの宣伝を行った。ハムの住民投票は、州の将来を示すものとなった。ドイツ建築法会議2006年に、ハムでドイツ建築法会議が設立され、2年ごとに、 ハムで会議を開くこととなった。建築法会議は、ドイツの建築法の発展に対し、交通法に対するゴスラーのドイツ交通法会議と同じような機能を担っている。新ハンザ同盟ハムは、新ハンザ同盟に加盟している。これは国境を越えた都市の生活、文化団体として設立された。その目的は公益の奨励のほかに、観光振興も含まれている。 これは、中世の古いハンザ同盟の伝統に基づき、結成された。ハムは、2008年にベストファーレンハンザ会議を主催した。ショッピングモール、アレイコールセンター前の像のモニュメントガラス、合成樹脂、あるいはぬいぐるみの像は、ハム市内のあらゆる場所にある。像をかたどった、マクシはこの町のマスコットにもなっている。マクシュミリアン公園の像にちなんで、 ハム市の775周年の記念ロゴや商標にもデザイン化された像が用いられている。青い像のぬいぐるみはほとんどの市の祭りでおなじみの都市景観の構成要素となっている。2004年夏にはエレファントパレードが開催された。その後、像をかたどった市のマスコットへと発展し、マクシが誕生した。マクシは決められたポーズでイベントや祭りの告知を行い、 特に、子供向けの行事で活用される。土木工事課、公益事業課、緑地課が車線を封鎖している時や、その他の活動で障害となっている場合に、幕氏の兄弟として、バウマク氏、スタッドベルケマクシ、グリューンマクシが、公共スペースが工事中であることを注意喚起している。ハム氏はそのインターネットショップで、幕氏のピンを販売している。また、 高さ1 2トルの合成樹脂製のマクシのフィギュアを計画している。ハンカチやカップなど、その他のグッズにも徐々にマクシが描かれつつある。この他にマクシはハンドボールクラブ ASV ハムレイオン69ハンドボールのマスコットでもある。マクシは定期的にマクシパルクイコールアレーナでのホームゲームやクラブの式典に登場する。このマスコットは ファン、選手、観客に大いに愛されている。ハインリヒロベルト鉱山やと最も重要な、工業分野が、工業と、金属産業である。しかし、構造改革によって新たな工業も進展しつつある。工業19世紀には、現在の地域に一連の工業、ラートボート鉱、ザクセン鉱、マクシミリアン鉱、及びハインリヒロベルト鉱山があった。 元々存在していた行動のうち、ハインリヒロベルト鉱山は2010年9月末まで東鉱山として稼働しており、2011年まで鉱内の交代採掘が行われていた。ルールコーレは、この日までに東鉱山の採掘を停止することを2008年6月9日に決定した。それまでに、マクシミリアン鉱、ザクセン鉱、 ラートボート港の順に閉鎖されていた。これによって、デベンベルの行動施設の開設によって始まった、ハムにおける石炭採掘の109年の歴史が幕を閉じた。東鉱山に残っていた約2500人の交付の職場は社会福祉の観点に則っ,って整理された。また、ルール地方最後の石炭採掘用ベルトコンベアも、この施設ともに停止した。 コーフラは、ボックムヘーフェルト、ドレンシュタインフルトとの間に設けられることになっていた、ドナー鉱山の計画に望みをかけた。この鉱山開発計画は、東鉱山の閉鎖とは、独立した計画であったが、2012年に、最終的に計画は破棄された。鉄鋼業マネスマンの工場を鉄鋼業は、ヘッシュ AG のパイプ工場、ティッセンドラート GMBH。 ベストフェリシェドラートインドストリーが、その代表であった。現在この工業分野には、ハムに本社を置くザルツギッター・マネスマン、プレシジョン GMBH とザルツギッター AG が、過半数の株式を保有するザルツギッター・マネスマン、ラインパイプ GMBH がある。両社は、かつてのヘッシュの支点から成立した。かつてのティッセンドラート GMBH は現在、 オーストリアのフェストアルピーネイコールグループの一部であり、フェストアルピーネ、ベーラーベルディング・ジャーマニー・ GMBH の名前で事業を行っている。一時的に他の企業に属していた WDI は、再び独立した企業として運営されている。科学、エネルギー、自動車下請け業ベストファーレン発電所ハムにおける、化学工業の最大雇用主が、 エントロプシクのデュポンの工場である。ボックムヘーフェルのラッカー及び着色液製造業者、ヘッセ GMBH&COKGE は、従業員数450人を超える木材の表面仕上げ用ラッカーの大手メーカーである。ハムにはこの分野の中小企業も存在する。自動車下請け業は、ボックムヘーフェルシクにヘラークガックヒュック &CO の工場が、 その代表である。この工場は約1000人を雇用している。本市のエネルギー供給は市の東端、シュメハウゼンにあるベストファーレン石炭火力発電所によって確保されている。ここには1989年に停止された原子力発電所 THTR-300 もあった。もと THTR に隣接するベストファーレン発電所の敷地には ハム原子力発電所の建設が計画されていた。しかしこの計画は実現されなかった。それはコスト他にチェルノブイリの事故や THTR の故障が原因であった。QTHTR-300 シュメハウゼンの土地や、そこに位置するベストファーレン石炭火力発電所及びデュポン工場の敷地拡張への新たな投資によって、 ハムは重要なエネルギー都市の一つとなっている。最後に挙げた、デュポンの拡張された敷地には、トリアネル社のガス火力発電所や新たな石炭、火力発電所が建設された。シュタットベルケハムは市民に、天然ガス、飲料水、電力、遠隔暖房熱を供給している。この組織はさらに港やプールを運営しており、遠隔通信事業も行っている。 流通業、A2 号線沿いのエデカの流通センター優れた交通網によって、ハム地域はルール地方東部の流通の中心地に発展してきた。この発展の決定的な要素が3種類の流通手段の中心地であること、すなわち、ハム志向、ハム貨物駅及び奏車場、連邦アウトバーン A1 号線と A2 号線の間にある立地及びアウトバーンの計画された。 ハムジャンクション三つの国際空港に近いことであった。これにより、本市は、プラス、エデカ、トリンクグートをはじめとする数多くの流通業者を誘致することに成功した。ハムで出版されている唯一の日刊誌が、ベストフェリシャーアンツァイガーである。1970年代に、ワズグループの日刊誌による、ハム地域向けローカル面で足場を固めようとする。 試みは失敗した。日曜新聞、ゾンタークスルントブリックは1984年から刊行されており、ハム、アーレンの商人、カデルカケによって出版されている。38万4000部が刊行される日曜新聞、シュタットアンツァイガーは、ベストフェリシャーアンツァイガーを出版している出版社が制作している。ハムでは、1899年から、 カトリックの週刊誌、リボリウス・ブラッドが出版されている。連邦中で刊行されているカトリックの週刊紙、ノイエ・ビルト・ポストは、ハムでも刊行されている。1990年から、ローカルラジオ局、ラジオ・リッペブレ・ハムが放送を行っている。市民テレビ局、オフェナー・カナル・ハムは1993年10月3日に、開局した。この放送局は、 2009年1月1日に、州の資金やスポンサーの協会からの資金提供が保証されなくなったため活動を中止した。州による財政支援の制限は1990年から存在するハム市民ラジオにも影響を及ぼしている。しかしこの市民ラジオ局は、ラジオルンでハム EV で毎日1時間のプログラムを制作している。 2007年1月16日にインターネットテレビ、ハム TV が週刊ニュースを開始した。10回の放送後このアイデアは拒否された。その代わりに、ハム TV は平日にハムでのイベントについて放送を行っている。道路ハムは連邦アウトバーン A1 号線と A2 号線との間に位置している。A445 号線はハムとベルルとの間で、 拡充計画があるのだが、着工時期については未定である。これは、A2 号線と A44 号線とを結び、ザウアーラントの連邦アウトバーン網へのアクセスを改善するものである。さらに、連邦道 B63 号線が市内を走っている。計画されているルール高速自転車道はハムを起点と、する。鉄道ハム駅本市は、旅客交通では、ハム駅。 ボックムヘーフェル駅、ヘーセン駅を介して、連邦共和国の鉄道網に接続している。市内にあったこの他の駅、例えばペルクム駅、ビーシャーヘーフェン駅、リーネルン駅は、旅客営業を停止している。ハム駅は、この町における重要性を考慮して、中央駅とも呼ばれるが、この故障は、公式なものではない。運賃表や、時刻表での表記は、ハムである。 しかし将来は、市内の駅に、ハムという窃盗語をつけて、例えば、ハム平前駅などとし、ハム駅を、ハム中央駅と改名しようとする議論が現在、行われている。中央駅とは、カテゴリー2に属す、極めて重要な鉄道乗り換え駅を示す。現在大部分が廃止されている、創車場と貨物駅はかつて、ヨーロッパ最大のものであった。 乗り換え駅であるハムには、ドルトムント、ハーゲン、ミンデン、ミュンスター、バールブルク、オーバーハウゼンをスターフェルトからの路線が乗り入れている。最後に挙げた路線は1983年以降、貨物運行だけを行っている。旅客営業を廃止したペルクム駅もこの路線の駅で、ある。定期運行の列車の他に、ルールリッペ地域交通 GMBH はこの路線を、 ハムシュメハウゼンまでの貨物運行に利用している。この路線は、ハム保存鉄道にも利用されている。ハムシュメハウゼンの 15.0km 地点から、リッペタールハイントロップまでは唯一、ハム保存鉄道だけが運行している。ハムにはこの他に、支線のベルネボックムヘイフェラー鉄道の路線がある。この路線は、現在もゲルシュタインベルク発電所への貨物輸送に、 使われており、ボックムヘーフェルで分岐している。この他に、ハム走車場から、港湾駅への引き込み線がある。公共近郊交通ハムの芝ス大規模な芝ス網を、含む、道路旅客近郊交通は主に、シュタットベルケハム GMBH とブライテンバッハ、交通会社によって運営されている。これに加えて様々な地方バスがこの地域の都市と、ハムとを結んでいる。 ハム市は、ルールリッペ交通共同体一に属している。航空市の中心に位置する、ハムリッペビーゼン飛行場は、プライベートなビジネス機及び、グライダーやモーター飛行機などの航空スポーツに、利用されている。最寄りの地方空港は、ドルトムント空港、ミュンスターオスナブリュック空港、パーダーボルン、リップシュタット空港であり、最寄りの国際空港は、デュッセルドルフ国際空港である。 連邦水路ハム思考ハムは、ダッテルンハム運河の終点である。市内には、ハム思考、エントロップ運河港、ゲルシュタインベルクの港がある。思考は、ドルトムント港に次いで、ドイツで2番目に大きい公共の運河港である。この港は、2018年現在、長さ110メートル、幅11.45メートル、喫水の深さ2.7メートル、 積載量1200トンまでの大きさの船舶が利用できる。運河の拡張工事によって将来的には135メートルの船舶や186.5メートルの橋気までこの港に寄港できるようになる。この場合の積載量は2000トンにまで増加する。2006年のこの港の通貨貨物量は15億7100万トンであった。ハム上級地方裁判所ハムは 法律の町と呼ばれている。ここは、ドイツ最大の上級地方裁判所であるオルグハム、及び、ハム上級地方裁判所管区に属す、弁護士会や、交渉人会の所在地である。上級地方裁判所近くには、ノルトベスト・ファーレン州の最高検察庁、法務省放送試験局、弁護士法院、及び裁判官含む裁判所もある。ハムには、 この他の司法機関として、ハム区裁判所、ハム労働裁判所、ハム地方労働裁判所がある。ハムには、一般の裁判所としては、中級の裁判所である、地方裁判所だけが存在しない。ハム区裁判所の上位にあたる、地方裁判所は、ドルトムーンと地方裁判所及びその検事局である。行政裁判に関しては、 ハムは、アルンスベルク行政裁判所の管轄であり、ミュンスター上級行政裁判所の管轄下にある。裁判所や数多くの弁護士がこの町の印象的な要素である。マリエンホスピタルツーボックムヘーフェルの西洋ゼフクランケンハウス数多くの病院や医療機関もこの町では重要であり、重要な経済、雇用ファクターにもなっている。ハムよびその周辺地域では、 以下の施設が医療サービスを提供している。かつて存在していた一連の病院やクリニックは、上述の施設に統合、または閉鎖された。その中には、鉱山組合病院、とその二つの小児病院、セーリーザベトとメルキシェス小児病院が含まれる。この二つの小児病院は2003年に、新しい青少年医学、クリニックの一部として、 イブックハム内に統合された。それ以前、メルキシェス小児病院は1969年から、聖エリーザベトは1999年からすでにイブックハムの運営下に置かれていた。私立病院は1969年に廃止され、イブックハムとして元の敷地の新しい建物に移った。この他に、軍裁編に伴って2007年に、 ハム連邦軍病院とこれに隣接するパラツェルゼス弊社が廃止された。ハムミッテのクリニックアムベーレンブルンネンは、婦人科学共同診療所の開設に伴って廃止された。ハムの専門大学とハムビジネススクールハム流通、経済大学、市民大学、私立図書館が入居しているハインレヒフォンクライストイコールフォールムハムには2005年11月から、 専門大学が開校している。私立 SRH 流通経済大学は当初学士号と修士号を授与する流通学習課程だけを提供していた。2009年9月に州立ハムリップ大学が設立された後は流通学とエネルギー経済学方面のプロファイルを整備し差別化を図った。両大学の混乱を避けるために2009年9月から この大学はその名称を、ハム流通、経済大学 GMBH と改名した。はじめこの大学は、エコイコールセントルム NRW に入居していた。2010年2月に、ハム駅に近いハインリヒフォンクライストイコールフォールムに移転した。この建物には、流通、経済大学の他に、市の中央図書館、ハム市民大学も入居している。ハム流通、 経済大学は科学学士の学位を習得できる流通経済工学及びエネルギー経済工学の過程がある。両過程の学習は出席学習、複合学習、遠隔学習の3つの形態で行われる。学習形態の変更は学期末ごとに可能である。第三の学士過程が経営学でクラス学習で行われる。 この過程でもやはり科学学士の学位が習得可能である。修士過程としては遠隔学習で行われる流通マネジメントの修士過程がある。さらに2011年冬学期にはサプライチェーンマネジメントの過程が開かれた。2012年冬学期からこの大学はマネジメントエネルギー経済の修士過程を設けている。両修士過程は 2014年冬学期からは、出席学習、または、遠隔学習で習得可能である。遠隔学習では、4学期制と6学期制が選択できる。学習過程のそれぞれのモジュールは、追加教育として受講することも可能である。学習を完了すると、その成果は証明書で認められる。ハムリップ大学2008年8月から、ハム氏は、 リップスタット氏と共同で、数学、情報学、自然科学、技術工学に重点を置いた新しい専門大学を運営している。ハムリップ専門大学というかなで行われた提案は、NRW 州イノベーション賞のコンクールで最優秀コンセプトに選ばれた。2008年11月28日、NRW 州の内閣は、3つの新しい、 大学キャンパスを発表した。ノルトベスト・ファーレンの専門大学拡充に関する法律が NRW 州議会で可決されたことにより2009年に大学の設立が決定した。この大学設立に関する法律は2009年4月21日に発行した。新しい専門大学は2009年9月21日にハムとリップシュタットで開校した。 この最初の二つのキャンパスには七つの技術系、学士課程がある。エネルギー工学とリソースの最適化などの専門分野がハムにメカトロニクスの専門分野がリップシュタットにある。メカトロニクス課程は複合学習で行われている。州立、ハムリップ大学はハムでは当初空になったパラツェルゼス弊社に設けられたが、 2014年頃に、マルカーアーレー沿いの旧連邦軍病院の敷地に、新しい建物を建設し、ここに移転した。ハムキャンパスには、全部で19の技術系家庭のうち10家ほどが、存在している、エネルギー工学とリソースの最適化、バイオ医薬テクノロジー、技術マネジメントとマーケティング、インテリジェントシステムデザイン、スポーツ工学及び、 健康工学、文化間経済心理学、環境モニタリング及び、司法科学の学士課程と、製品及び資産管理、応用バイオ医療工学、バイオ医療マネジメントとマーケティングである。ハムビジネススクールは2004年春に設立された。運営母体は、ブッパータール技術アカデミーである。ここでは、学位認定大学として、南ベストファーレン専門大学と協力しており、 学芸学士の学位を習得できる経済学課程を開講している。この大学は主に就労者のために遠隔学習を行っている。登校日にはハムに登校する。高等教育ギムナジウムガリーコールギムナジウムハムには、ギムナジウムが6校、ギムナジウム上級課程を含む総合学校が2校、職業補修高等専門学校が3校あり、アビトゥアの取得が可能である。 本市で最も古いギムナジウムはギムナジウムハモネンゼで、1657年に、選定校の庇護の下でアカデミシェスギムナジウムとして、設立された。この学校は、ブランデンブルク選定校両政部の州の、福音主義大学となり、神学、法学、哲学の三学部が設けられた。1867年に、現在のメルキシェスギムナジウムが、1902年には、 現在のフライフォンシュタインイコールギムナジウムが設立された。バイゼンカンプギムナジウムハムは1924年にオーバーリセとして創設された。1968年には一番新しいガリーイコールギムナジウムが開校した。この学校は当初はギムナジウムハモネンゼの文校であったが、1971年に独立した学校となった。総合学校。 フリーデンスシューレとゾフィー・ショル・シューレは、ハムの比較的新しい学校である。フリーデンス・シューレは1986年に開設された、この町で、最初の総合学校である。この学校は、テオドール・ホイス・シューレと、フライ・フォンシュタイミー・コール・ギム・ナジウムの古い建物に、入っている。ゾフィー・ショル・シューレは新しい建物の他に、旧ゲシュビスター・ショル実家学校の建物を引き継いだ。 これらの総合学校は、全日制学校のほかに、本家庭学校卒業から、アビトゥアまでのすべての学業証明書を発行している。平成上私立学校1975年、平成上に寄宿制、ギムナジウムラントシュールハイムシュロス平成が設立された。1987年には自由バルドルフ学園が設けられ、学校選択の幅が広がった。 この他に、マリエン・シューレ、私立実家学校、患者のための学校であるシューレ・ハイト・ホーフ、アレンシクのシューレアム・アーベル・バルト、ミッテシクのセイフランツィスクス、職業補修高等専門学校がある。フライ・ユーゲント・クンスト・シューレ・ハムは、ゾツヨ・クルトゥーレレス・セントルム・クルトゥーベルク・シュタット、オーベロニシュトラー・セイ・イブイオーハムシ文化ビューロによって運営されている。 その活動の重点は、学校外での芸術的育成教育と、青少年の英才教育である。この学校は、プロの芸術家や教育者の指導家で、美術、演劇教育、演劇プロジェクト、ダンス、サーカス教育、サーカスプロジェクト、新たなメディアを用いての造形といった、教育分野のコースやプロジェクトに携わっている。また、 ハムイコールペルクムクのコベンスカンプに自由、バルドルフ学園がある。この学校には、近隣市町村からの生徒を含め、約365人が在籍している。初等教育ハムには上述の学校の他に、基礎家庭学校27校、本家庭学校6校、養護学校6校、実家学校6校がある。ペルクムとヘリンゲンの実家学校は2008年に、 在校生の減少に陥った。市議会は、ファルク州レを改革して、ヘリンゲンに、ゼクンダー州レを設けることを、2011年7月19日に、決定した。このゼクンダー州レは、アルノルト・フライ州レと命名された。ハム職業訓練所職業補修高等専門学校、成人教育ハムには、私立の職業学校、 現在の職業補修高等専門学校が3校、ある。市は、フリードリヒリスト職業補修高等専門学校と、経済、行政、情報ギムナジウム、エドゥアルト・シュプランガー職業補修高等専門学校、と、工学、情報、造形ギムナジウム、エリーザベトリュ職業補修高等専門学校と、健康、教育及び社会学、栄養、 介護の職業補修高等専門学校を運営している。ハムにはさらに、ハム市の薬学技術助手の教育施設と、リップシュタット市の卒業補修高等専門学校の、分校にあたる夜間義務ナジウムイコール、卒業補修高等専門学校である、ハンゼ職業補修高等専門学校もある。パーダーボルン大主教の私立、職業補修高等専門学校で、 社会学と保健学の職業ギムナジウムである聖、フランチスクス職業補修高等専門学校や、医師の主義療法に関する補修教育機関である、グートマンイコールアカデミーも注目に値する。さらに、成人教育の用として、ハム氏は、市民大学を運営している。市民大学では、言語教育の他に、例えば、 ミュンスターのビルヘルムス大学と共同での子ども、成人大学など一連の教育、文化課程を提供している。また、ハム職業訓練所や障害者のための教育センターも、ある。ハム職業保訓練所は、ヨーゼフイコールゲゼルシャフト、下部、コルピング教育機関が運営している。この学校は、健康上の理由から、新たな職業のつく。 成人の労働参加の手段を提供している。私立図書館ハムの私立図書館は、本館の他に、ボックムヘイフェル、ヘイセン、ヘリンゲン、リーネルンの地区分館や、市内全域合わせて30箇所以上を巡回する移動図書館を有している。ペルクム地区では、ペルクム住民家の開業時間中は、サービスポイントビューヒエライが図書館の基本サービスを行っている。 私立図書館は、約25万点の書籍やメディアを収蔵している。年間約110万件の貸し出しがある。ハム私立図書館は、読書のための魅力的なサービスによって、図書館、オブザイヤー2005に選ばれた。ハインリヒ・フォンクライストイコールフォールムは、ビリー・ブラント、広場東側、ドイツ統一広場の北側にあった旧、ホルテンカウフ・ホーフの場所に建てられた建物である。 この建物は2010年2月26日に開館した。ハムの中央図書館は自己登録の革新的技術、メディア返却と選別、搬送の自動装置を用いており、返却されたメディアを各会に完全自動で配布することができる。この新しい建物を中央図書館とハム市の市民大学、SRH 流通、経済大学が分割して使っている。 教育学センターこのセンターの基本理念は学校、教師、教育機関、専門家の中心となる活動拠点を提供することであるが広い意味での学校、教育、指導、メディアに関するサービスやサポートを必要としている学生やその両親のためにも開かれている。ノルトベスト・ファーレン州の都市で最初のこの教育学センターは2004年12月16日に オープンした。このセンターには、学校の下級監督官庁の他に、自治体の学校、スポーツ科、市のスポーツ連盟、ハム実践的教員教育センター、市のメディアセンター、ハム映画、テレビ学校、移民家族の青少年女性のための地域受産所地域の学校相談所浄土発達育成協会、EV モベーレが入居している。 リッターパサージェ伝統的な商店とショッピングセンター内市外最大のショッピングセンターは旧イーゼンベックブラウエライの敷地にあるアレーイコールセンターと道路を挟んでその向かい側にあるリッターパサージェである。駅の近くにはカウフホーフもある。かつてのホルテン AG やカウフハレイ AG の支店は閉店し取り壊された。C&A は2009年にアレーイコールセンター内に移転した。 都市管区は、多くの場合、固有の中心地区を有しており、地元への供給を確保している。おそらく市内で、最も伝統ある百貨店が、テルフェーンである。本来の名称は、カウフハウスフュアイエーダーマン、エグバートテルフェーン GMBH と言い,い、ハムの歩行者専用地区にある。創業は1907年である。近代企業ハムに存在する、近代的な企業には、 例えば、ホテル、レア、インデペンデントアーツソフトウェアがある。エコプロフィットハム市の企業は、総合的環境技術のエコロジカルプロジェクト、エコプロフィットに参加している。救難救命組織ハマーフォールムは、この町の最も重要な救難救命組織の一つである。この教会は、危機にさらされた地域の病人や怪我をした子どもたちの、手当や処置を行うことを掲げている。 バルトビューネ平線演劇この街の重要な演劇施設にはベストフェリシェ野外劇団 EV のベルトビューネ平線クルトゥールバーンホーフのヘリオス劇団クワハウスバートハムがあるバルトビューネ平線はドイツで最も来客数の多いアマチュア野外劇場であるヘリオス劇団はその創設地であるケルンのヘリオス通りにちなんで命名されたこの劇団は時には 年間100カ所で公演を行う実験的旅劇団として活動を開始した。1997年からはハムに定住し、当初は市内の様々な劇場で公演を行っていた。2004年以降、文化の駅を常設の公演会場とした。ヘリオス演劇アンサンブルはこれにより、ハム発のプロの劇団となった。このアンサンブルは本拠地での公演に加えて、 ツアー公演も続けている。また、2002年、2004年、2007年には、ハムでの国際演劇祭、ヘルバッハの主催者、創設者となった。クアハウスの劇場ホールは、数多くの客演劇団の公演会場であり、コンサートの他に、多彩な演劇、音楽公演に用いられている。映画ハムのチャタヌがガ広場にシネプレックスハムがある。これは、7スクリーン。 合わせて1867席のシネマコンプレックスである。運営母体は、ゾーストの f t b ニーワドープ GMBH である。この会社は、近代的な仕様に対応できなくなったかつてのキーの、アトリウムや、クリスタルパラストの運営会社でもあった。また、ハムには、VHS キーノもある。音楽とダンスハム私立音楽学校ハム私立。 音楽学校ハムシリ立音楽学校は1940年2月1日に設立されたドイツで最も古い音楽学校の一つである。学生数4300人、教員数約100人が席を置くドイツ最大の音楽学校の一つでもある。ハムシリ立音楽学校はドイツの音楽界の発展において常にモデルの機能を担ってきた。この学校は 修学前の音楽教育からより高度な学習の準備までの教育を行う音楽教育施設を備えた完全に一貫した学校として構想された。また、1970年代初めの音楽学校校舎の新築は中部ドイツでは初めての音楽学校振興者であった。ドイツ音楽学校連合はハムの音楽学校が模範例であると公言している。 1952年にハム近郊のオーバーベリース場内での連合結成に関わったマルティン・ボルシュケはその2年後にハム市立音楽学校の学長となった。ヨスハルト・ダウスはオーケストラの学校としての概念を打ち立てた。その公認のノルベルト・エーデル・ケッターがこれを実現した。オーケストラの学校を何段階かに分けて作り出そうというアイデアがあった。ハムにとって 私立音楽学校は基本的な文化的重要性を有するものである。約40のアンサンブルのうち高度なグループはハム市による公式イベントに何度も参加し、時にその音楽効果は死境を超えて広がる。ノルベルト・エーデル・ケッターによって設立された内容豊かなオーケストラ活動は現在の学長ベルント・シュマラの下で運営されており、 様々な調べでこの街の文化生活を形作っている。特に、ハムシリツ音楽学校のシンフォニーオーケストラは、古典的オーケストラ学校の頂点であり、ゲオルク・トゥールビット式のシンフォニック・ブラス・オーケストラ、ジャズイコール・コンボやハムシのビッグバンドが、音楽学校と、緩やかな連携を築いている。音楽学校は、クラシック音楽以外にも、ポピュラー音楽やダンス分野にも、 数多くの音楽グループを輩出している。2011年11月からはミュージカル分野も開講した。ハム音楽協会1884年に設立された。この街の音楽協会は特にレベルの高いコンセプトプログラムを歌いこなす。合唱団やオーケストラ、コレギウムムムジクムによってこの街の音楽生活を創造している。合唱ハムには 例えば、ボックムヘーフェルの聖シュテファヌス協会の設入りや、教会合唱団や、青年合唱団、カンターテ86といった良質で、伝統豊かな教会合唱団がある。校舎は、ノルトベストファーレン州合唱連合の、マイスターコール2012に選ばれた。この他にも、数多くの歌唱クラブ、男性歌唱クラブ、女性合唱団がある。 市の合唱団の27人が1926年にゼンガー・クライス・ハム・イブイを結成した。このサークルは1961年に再結成された。2007年の在籍簿によるとこのサークルには活動中の歌手987人と1327人の支援メンバーが登録されている。その大部分が男性合唱団であり、人数上は 混成合唱団の方が、女性合唱団よりも多い。中には、ジャズイコールゴーラス、ゴスペルコーラス、バーバーイコールショップイコールコーラス、児童少年少女合唱団もある。ゼンガー・クライスの合唱は、ハムシの文化生活の確固たる、構成要素となっている。過去にはイベントに、有名な人物を招くことに成功している。例えば、グンター・エマーリヒ、ヨアヒム・クラウス。 アンチェ・フォルマー、レボラー・ザッソン、ウーベ・クレーガーなどである。ゼンガー・クライスは、数多くの音楽祭の主催者でもある。ハムシ文化、ビューロ文化ビューロは、演劇やコンサートの分野におけるハムシ最大の文化、提供者である。自動劇、成人劇、ジャズコンサート、公共楽や、室内学のコンサート、多彩なかき文化プログラム、クンストデュンダー、クラシック・ゾマー・ハム、 国際ジャズフェスト、スタッドハウスイコールギャラリーでの展覧会などが、その活動対象である。文化ビューロは上述の芸術、文化イベントを奨励し、さらには施設のプロジェクトや運営ルールの整備にも、携わっている。ここは、ハム市立劇場支援協会の事務局であり、ヘルベーク文化地域コーディネーションビューロ事務局の本部、所在地でもある。 バンド本誌の有名な音楽バンドとしては、アッシューズトゥー、エンバー、クルクリン、デリリアス、ジャベリン、カペレ、ペットラ、ノーデザイアー、アーバイツグループペバルシャウ、ナンセンス、ワングッドリーズン、オラクル、ルールスオブエンゲージメント、トゥクラン、ウンフォアシュテルバーレ、タイン、バイオレット、WA バンド、ドランケンセインツなどがある。アートポップイコールバンド、ジャイアントルークスは、 多くの注目を集めた。ジャズクラブハムジャズクラブハムは1997年11月に結成され120人を超える団員を要している。その着実な活動と古典からモダンにわたる音楽プログラムはハムの音楽シーン形成に寄与している。ジャズクラブハム EV は2008年からハムクアハウスのシュピーゲルザールを固定の本拠地としている。ここでは通常 毎月1回イベントを開催している。ダンスダンスシーンの発展は、アドトブ・パーペ・アイカー、シュミット・ダンス・スクール、アート・オブ・ムービング、ギュート・ウント・アンネリー・ゼス・アドトブ、ダンスバレエ学校によって促進されている。アンケルクスは、そのダンス工房を呼び、ハム氏のダンスシアターミュージカルカンパニーの監督も務めている。重要なイベント年中行事2013年の、 フルークプラッツフェストでデモを飛行する B133、中世史での騎士トーナメント面に何度もゼントラルハレでテラリストリカが開催されている。やがてこれは世界最大のテラリウム及び爬虫類の見本紙となった。夏季にはこの他に重要なイベントが数多く開催される。例えば以下のものがあるハムナイ市街の境界祭シュトゥニケンマルクトが秋の街を賑やかにする。 数年前から始まった自転車レース、ハマーシティナイトは、パウルス協会周辺の内市街を周回するコースで開催されたが、2007年に無期限中断となった。第11回シティナイト中止の原因は、自転車スポーツ界のドーピングスキャンダルにあった。自転車スポーツは2008年にボックムヘーフェルに場所を移し、ジュニア自転車レースの形で行われた。アドベントの季節には、 パウルス協会はクリスマスマーケットのスタンドで縁取られる。また大きなスケートリンクが設けられる。数年前からカンターテ86合唱団のクリスマスコンサートがマクシミリアンハレで開催されている。このコンサートには毎年1名または数名の有名なソリストが登場する。本市では様々な音楽祭が開催される。ホンキートンクフェスティバルや ハムスベステバントコンクールもある。校舎は2000年から毎年1回ベストフェリジャーアンツイガーによって開催されている。ハム市立音楽学校はこの街の文化生活を形成するもう一つの要素である。オーストマレ終了コンサートやクリスマスコンサートが行われる。市立音楽学校のシンフォニックブラスオーケストラはハムマクシミリアン公演の定期的なゲストである。 ハム市立音楽学校公共楽団は古典的な音楽学校の頂点を象徴している。ポピュラー音楽では、例えばジャズイコールコンボやビッグバンドの演奏が行われる。ハム市立音楽学校のオーケストラコレギウムムムジクスはウルリヒルトゲバウクスの式で夏とクリスマスに特に家族や高齢者向けの定期公演を行っているが、 対象はこれらの人々に限られているわけではない。ロタール・アールマイヤー式の音楽協会合唱団は、挑戦的なコンサートプログラムで、定期的にこの街の文化生活を豊かにしている。ジャズクラブハムは、月に一度クアハウスのシュピーゲルザールでコンサートを、開催している。レパートリーは、古典からモダンにまで及ぶ。重要な過去のイベント2008年9月6日から7日に、 ハム内市街で第25回ベストファーレンハンザの日が開催された。30以上のベストファーレンのハンザ都市がパウルス協会周辺のマルクス広場で文化や名物料理を紹介した。2007年3月6日のノルトベストファーレン州政府の閣議で2009年のノルトベストファーレン州の日をハムで開催することが決定した。 このイベントは2009年6月に開催され、成功を収めたことが報ぜられた。芸術家地区マルティンルター協会を中心としたマルティンルター街に、数年前から市民主導で芸術、芸術家街が形成された。公共スペースの照明デザイン、壁や彫刻、オブジェクトアートといった多彩な芸術は、かつての社会的焦点のポジティブな刷新という、 目標に結びついている。2005年8月、ベスト通りとマルティンルター通りとの間を結ぶ、レディングハウザー通りに、新たな芸術作品が設けられた。7つの入れ替え可能な鋼鉄製のドア部品が一目を引くように置かれている。この作品は、一応性への抵抗というモットーに基づき、ハム出身の芸術家、マルティーネ・マレットによってデザインされた。制作は、 ハイリゲンハウスの建築家、マルティン・ベーバーによってなされた。年間を通して様々な文化活動がこの地区で行われ、8月最終週週末のマルチカルチャーフェスト、ラフェットで頂点に達する。キュンストラー・ビンケル・アルター・エントローパー・ベークと、ブラーマー・通りとの角にある九州レベリースの建物に、ハム芸術活動サークル EV の共同アトリエがある。 このスペースは1975年の改築以後様々な作業機器が設置され、これを使って芸術家は自らのアイデアを実現させることができる。このグループは年に何度も、例えばハムのシュタットハウスギャラリーなどで展覧会を開催している。グスタフ・リュープケ博物館、グスタフ・リュープケ美術館は19世紀にハム市の郷土博物館として開設された。 博物館の名称は1917年にコレクションを市に寄贈した芸術収集家グスタフ・フリュプケにちなんでいる。そのコレクションの大部分は中世初期から現代までの芸術工芸品からなっている。その他のコレクション展示の重点はエジプト芸術である。この分野はグスタフ・フリュプケ博物館の長年にわたるミイラコレクションの伝統に由来する。 そのエジプトコレクションはドイツ最大級のものの一つである。この他にこの博物館は20世紀の芸術作品を選抜して常設展示している。さらに様々なテーマでの入れ替え展示も数多く行っている。グスタフ・リュープケ博物館は博物学教育部門を有しており、学生のための特別授業を行っている。 グスタフ・リュプケ博物館は1993年からデンマークの建築家ヨルゲン・ボート・ビルヘルム・ボラートが設計した近代的な建物に入居している。この博物館は2009年にハムの特殊化から古典的モダニズムの芸術作品20点以上を寄贈された。この中にはビリー,バー・バウマイスター、ロビス・コリント、エイリヒ・ヘッケル、カール・ホーファー、 マックス・リー・バーマン、フランツ・フォン・レン・バッハ、ビルヘルム・モルグナー、カール・オット・オゲッツ、ベルナー・シュリー・ファース、ユップリ・ユッケロートの水彩画、スケッチ、版画が含まれている。2011年11月、この博物館は、その後2年間、相当資額510万ユーロをかけて近代化する、ことを発表した。この博物館は、ハム博物館協会、e、EV によって、理想的で、 経済的に支援されている。シュタッドハウスイコールギャラリーハムには、文化ビューロと、学校、スポーツ局が、ハム芸術協会、e、EV と共同で運営する、シュタッドハウスイコールギャラリーがある。ここでは、地元の芸術家やグループ、あるいはハムの姉妹都市の芸術家たちが、毎年多くの展覧会を開催している。ハム動物園内の自然博物館、自然博物館、 ハム動物園では、興味深い自然文化の常設展示が行われている。この展示には、地元の動物の標本や、大規模な昆虫のコレクションが含まれている。1996年、広さ1万平方メートルの敷地に、オトマールアルト財団が設立された。この財団が使っている17世紀に建造された、建物には、若いフェローのためのアトリエや、 ラウンジ、いくつかの展示室がある。屋外には、円形劇場を持つ彫刻庭園がある。財団の敷地内では、定期的に、様々な造形芸術、コンサート、キャバレーや、演劇上演が行われている。リーネルン郷土博物館、リーネルン郷土博物館は、リーネルン郷土協会、e、EV と NRW 財団が修復を行った、建造文化財である。 この建物は2004年から保護文化財となっている。平成郷土博物館、平成郷土博物館は、平泉のブローク豊富のキューパン焼き小屋に平泉の歴史に関する郷土資料を展示している。見るべきものとしては、中世や工業化が始まった時代の展示品がある。特に、教会、手工芸、工業に関する展示が行われている。 ノルトディンカー郷土協会1998年にオープンしたノルトディンカー郷土協会の展示室は歴史的な機械や農機具、資料、書物、写真を展示している。最も古い展示品は1700年頃のものである。特に重要なのはアーザブ加工道具の膨大なコレクションでこの中で幾くかの作業をほぼ完全に再現することができる。 ゲルマン時代の折り木の復元は特に傑出した見どころである。ハム保存鉄道ハム保存鉄道公益協会 EV は歴史的な鉄道車両やハムリップボル区間の鉄道路線の保全に取り組んでいる。年に何度もハム保存鉄道の蒸気機関車がこの路線上を運行しノスタルジックな特別列車を牽引している。2002年からハム市は文化プロジェクト ヘルベーク光の系に参加している。宗教建築、パウルス教会パウルス教会ハムの中心的な教会建築が現在福音主義のパウルス教会である。その教会区は1337年にマルク村のパンクラティウス教会から分割され成立した。教会堂はゴシック様式で建てられている。正確な建築時期については分かっていない。 唯一の文献は1275年に建設が始まったと記している。いずれにせよ、教会の完成は都市建設から教区分離までの間であった。教会建設以前に同じ場所に例えば小さな礼拝堂があったという推測は外然性が高い。頂上まで約80メートルの高さがある教会堂はこの町の古い象徴的建造物とされている。 この教会は、その長い歴史の中で何度も損壊させられた。特に第二次世界大戦では、教会の大部分が破壊された。1945年以後の復興の時代に、ピラミッド型の塔の屋根が設けられた。これは1741年の火災以前の、元のゴシック様式の屋根に基づいている。現在のバウルス教会という名称は1912年から用いられている。 マルティン・ルター教会、マルティン・ルター教会、パウルス教会と並んで、バロック様式のマルティン・ルター教会が、ハム内市街の同じ外区を特徴づけている。この教会は、ルター派教会やハムの弊社の大部分の兵士が適切な礼拝を行える、よう1734年から1739年に建設された。もとは、小福音主義教会と呼ばれ、 自治兵舎教会とも呼ばれたが、1912年に、現在の名称に改称された。長期にわたる改築工事の後、マルティン・ルター教会は、有限ト教会ハムとなった。聖アグネス教会ハム旧市街で、唯一のカトリック教会である聖アグネス教会は、1455年の、フランシスコ会修道院創建にまで遡る。この年に、 まだ新しいフランシスコ修道会は、ゲルハルト・フォンデアマルクツーハム博から、市の北西に位置する領主の城の聖アグネスに、捧げられた、礼拝堂を寄贈された。修道院設立に伴い、現存する修道院教会の建設は1507年に、始まった。教会は1515 15年5月21日に、完成した。ゲルハルトは、1461年に、 修道院教会の前身にあたるハム聖アグネス、宮廷礼拝堂に埋葬されていた。墓所はその後新しい教会の新郎内に移された。しかし、王道性の墓評判は現存しない。十二枚の王道性の板の上には、白は、模様のついたカーペットの上に枕を置き、手のない状態で描かれていた。その足元には2羽の白鳥が、クレーブマルクの二重文章を保持していた。 片らには、中大様式のアーチの中東と、四つの家族紋章を、廃した、装飾体を持つ柱が描かれていた。名文には、1461年9月12日、後期なる、守護領主で、フランシスコ会小さな兄弟会修道院の創設者、ゲルハルト・フォン・クレーブ・マルク殿が成居された。平安のうちに安らぐ彼の魂に祈りを捧げる。アーメン。 と記されていた。彼はハムに埋葬された最初で唯一の領主である。第二次世界大戦中、1944年の爆撃でこの教会は、東側の外壁だけを残して、完全に破壊された。これにより、ゲルハルト博の母標版も破壊された。マルクのパンクラティウス教会制パンクラティウス、教区教会制パンクラティウスに捧げられたマルクの村の教会は、 1100年頃にマルク集落に建設された。この集落はマルク博の居場となる後のマルク城のすぐ近くに位置していた。マルク集落は、従ってその福音主義聖パンクラティウス教会も、現在はエントロプトシ市管区に属している。この教会はハムに現存する。 宗教建築で最も古く、最も重要であるだけでなく、最も美しいものである。この教会は、古い墓地と古い木組建築のアンサンブルに取り囲まれている。内陣と三方が繋がった、広く張り出した横廊が低い新郎を見下ろしている。やや南側にずれた三階建ての塔は、この教会堂が簡素なロマネスク建築を、 原型としていたという推測の根拠となっている。この時代のすべての境界がそうであるように、壁は緑色砂岩で作られている。成形されていない石材や、粗く整えられただけの石材の継ぎ目を塗りつぶした外壁は長年にわたって雨ざらしにされていた。1989年に白い石灰の漆喰による塗装がなされた。 1735年の現在の首脳会がレンガで囲われ、1909年にスレートが貼られた。1796年からこの塔にラッパを吹く、天使をかたどった風光系が取り付けられた。印象的なのは20世紀の初めに付け加えられた窓のステンドグラスである。1337年までマルクの教会はハム市の本部教会であった。その後ハムの 本教会、すなわちセーラウレンティウス教会とセーゲオルク教会が完成し、この年に独立した教区に昇格した。この簡素な村の教会は、1908年、9年の修復時に発見された内人の壁画によって、美術史上決定的な重要性を獲得している。このフレスコは14世紀半ばの内人建設後に制作された。これは、 絵画による説法で、近隣やベストファーレン全体でも他に現存例のない、ものである。この教会の最も古い装備品は13世紀半ばに、作られた、バウムベルク左岸製の洗いラ,ライバンである。この他内陣には、数多くの墓碑が残されている。最も有名なのは、カールフリードリヒ・フォン・ボルファースドルフ中将のものである。マルクの教会は現在マルク福音主義教会教区に、 属している。1986年に設立された、フリードリヒ・フォンボーハウスの青少年合唱団、カンターテ86もこれに属している。2009年から、NRW 合唱連合コンサート合唱団と、呼ばれるこの合唱団は、年に何度もパンクラティウス教会での真事に、参加している。クリストゥス教会福音主義、クリストゥス教会ハムニシ地区の福音主義、 クリストス教会は、現在ミッテ都市館区に属している。クリストス教会とその教区集会所は1990年から、保護文化財に指定されている。ヘルツイエズ市教会カトリックのヘルツイエズ市教会は、ボックムヘーフェル都市管区に位置している。この教会都市裁館は2006年から、保護文化財に指定されている。ヤーコブス教会周囲の家屋を共に、 印象的な小都市の環境を形成しているペルクムのヤーコブス教会は3段階で建造された。それは現在では一見しただけでは判別できない。最後の修復の際、荒削りの質の悪い石材の壁を保護するために白い漆喰塗料が塗られた。このため全体の印象は極めて一体化している。この建物は内も外も完全に飾り気がない。 注目すべきは、ミュンスターのステンドガラス職人、ビクトール・フォンデア・フォレストが制作した、卓形群像を描いた印象的なステンドグラスの窓である。ヤーコブス教会の最も古い部分は、塔とその両側の初見台形の付属建築部分である。これはすでに現存しないロマネスク教会の意向である。この塔には4つの木座橋があり、 正方形の平面を持ち下層から分離されることなく、そびえている。上層には、主廊階があるが、これは、元々の建物ではなく、後世に付け加えられたものである。ここには4つの丸アーチの男が開けられている。その上にはコーニスを挟んで簡素な四角形の屋根が、乗っている。教会堂は百三十八年、十九年に、建設された。この建物は、 二連の狭いボールとに区切られた長方形のホールである。西安ナ礼拝堂西安ナ礼拝堂カトリックの西安ナ礼拝堂は平然都市間区に位置している。この建物は1986年から保護文化財に指定されている。この礼拝堂は1728年に建設されたローテス・レプヒエム総ランの一部であった。八角形のこのレンガ建築は 小刀を有する湾曲したボンネット型屋根に、バロック様式のエレガンスが現れている。礼拝堂の入り口は、摂取で、フォンデアレッケ上主家の紋章で飾られている。19世紀の大きな祭壇画には、若き聖母とその両親であるよ、アキムとアンナが描かれている。礼拝堂の小刀内には、おそらく13世紀初めに作られた、ハムシサイコの鐘が配置されている。 聖ペーター及びパウル礼拝堂カトリックの聖ペーター及びパウル礼拝堂はヘリンゲン都市間区に位置している。この礼拝堂は1775年10月25日に剣道されており、ノルトヘリンゲン家の礼拝堂の後継と位置づけられている。1842年にこの礼拝堂はパーダーボルン司教ダムベルクによって教区教会に昇格し、 1930年までその地位にあった。1985年から保護文化財に指定されている奴隷秘縁協会復音主義の奴隷秘縁協会はリーネルン都市間区に位置している。1994年から協会の歴史的調度は1994年に市の文化財リストに掲載された。 この教会の起源は9世紀にベルデン修道院の土地大帳に記載されたハウプトホーフにまで遡る。12世紀には後のマルクハクの所領となった。1188年に奴隷秘縁の教会に関する初めての証拠が残された。14世紀に建設されたロマネスク様式の塔を呼び、本堂と内陣は1899年に老朽化のため取り壊された。 現在の教会は1901年7月4日に建道された。この教会はかつての所在地に立っていない。リーネルン教会福音主義のリーネルン教会はリーネルン都市管区に位置している。この教会は1655年から1667年に平屋根を持つ簡素で小さな六角堂として建設され、1985年から保護文化財に指定されている。 セービクトール教会セービクトール教会福音主義、セービクトール教会はヘリンガー・マルクトに位置している。教会は内陣に続く三郎式のホールとそれよりも明らかに古い斎藤からなる。ハリマ二軒のホールはベスト・ファーレンでしばしば見られる13世紀の空間構成であり、塔はおそらく12世紀半ばの建築である。塔は4面すべてに、 それぞれ二つの繋つがった男がある。塔は屋根の高い長堂に比べ、むしろずんぐりしているように見える。壁は主に緑色砂岩で構成されている。北側の側楼の壁には突き出した形の後期ゴシック様式の壁岩が見られる。1900年、1年の修復の際に、14世紀に制作された古い内容豊かな壁が発見されたが、 保存状態が悪く、救い出すことはできなかった。内人室の窓は1952年に、トール教授によってデザインされた。これには、キリストの昇天とイエスの生涯から銃の場面が描かれている。両側に取り付けられたバウムベルガー・シュタイン製の、墓姫も有名である。右は、風弦ポトケの嫁、クララ・アンナ・フォン・ペンティンク、左は、 風言ーと家の別の人物のものである。1973年からこの教会には24ストップのオルガンがある。この他に、レーゲル家の紋章が付けられた銀に金メッキした生産杯が保管されている。この酒好きは14世紀のもので、ヘムの金細工芸術のうち最も古いものの一つである。さらにセービクトール教会は、 アルプスの北側でもも古い現役の金も有している。聖母教会カトリックの教区教会である。聖母教会は三手都市管区に位置している。初代教会堂の正確な創建日は1897年3月27日である。その後この教会は1899年6月25日にパーダーボルーンの補佐司教アウグスティン・ゴッケルによって性別された。 聖母教会は1909年に母教会の聖アグネス教会から分離独立した。急速な信者数の増加に伴って2代目のかなり大きな教会堂が必要となった。新しい教会の提訴は1911年5月14日になされた。この教会は早くも1911年12月17日に パーダーボルン司教ヨーゼフ修礼によって性別された。1912年にヨーゼフ祭壇が奉納されたが、これは労働協会からの寄進であった。1940年9月7日にこの協会は戦争により破壊された。戦後、まず仮協会だけが建設された。1952年10月19日になって、やっと、 聖母教会の簡略化された形での再建に、ための礎石が据えられた。1953年8月16日に、パーダーボルーン大司教、ローレンツ・イエガーがこの教会を整別した。再建は、近年になって、戦闘型屋根の建設により完了した。この教会には、2006年に、新しいオルガンが設置された。ボックム・ヘーフェルの聖パンクラティウス教会制。 パンクラティウス教会聖パンクラティウス教会は、ハム市で最も古い教会で、ボックムヘーフェル都市間区の一部である、ヘーフェル地区に位置している。1025年から1030年にベルルヘーフェル博、ベルンハルトがこの地に、聖、パンクラティウスに捧げる教会を創建した。14世紀前半に、元の木造教会から左岩製の教会に建て替えられた。 第二次世界大戦でひどく損傷したが、1954年から1956年に、必要な再建がなされた。1564年に建造された、牧師館と、1511年及び1678年中造の2つの、金が保護文化財に指定されている。ベルゲ教区協会ベルゲの福音主義教区協会は、 リーネルンからベーネンに連なる連山の北斜面に位置している。この山並みがリッペタールをヘルベーク地域から分離している。この教会の起源は11世紀にまで遡る。この頃、ここにはすでに私的な礼拝堂があった。教会堂はおそらく14、15世紀に古い礼拝堂の西側に増築された。 このどっしりとした 6.5×7 メートルの4階建ての建物は小さな四角い緑色砂岩で作られている。島内には1504年または1519年に鋳造されたことを示す名を有する金がある。この金は当時最も優れた金の鋳造家の一人であったゾーストのマイスターヘルマンフォーゲルによって作られたものである。20世紀始め 修復が必要となった教会徒等の壁にセメント、吹き付け処理がなされた。教会内部は1957、58年に修復された。この作業の際、木製の祭壇が石像のものに交換された。この他に教会には8ストップの新しいオルガンが設置された。この教会からは、ハムシのほぼ全域が眺望できる。 セイアントニウス教区教会カトリックの教区教会であるセイアントニウス教会は現在はエントロプ都市管区に属すバウエルシャフト外手の農業を主体とする環境に一致している教会のすぐ近くをローマ街道が通っていた教会のおかげにあるビアガーデンを有する宿屋はサイクリング客以外にも人気である前世紀には ここには1785年に建設された木組みの礼拝堂があった。この礼拝堂は長さ約11メートルの平屋の本堂と3面の内陣からなっていた。木造の消灯が玄関の上にあり、2つの小さな鐘が吊り下げられていた。現在のネオゴシック様式の連ガ建築はゾーストの州建築局の軍建築監査官。 ライマンの設計に基づいて1896年7月5日に提訴された。1897年9月12日にはすでにパドバの聖アントニウスに建造された。現在の教会の一部はおそらく1808年に廃止されたケントロープ修道院の建材で作られた。聖レギーナ教区教会カトリックの教区教会である聖レギーナ教会はリーネルーンに位置しており、 ハムで最も興味深い教会建築の一つとみなされている。リッペタールとヘルベーク・盆地とと若津高地を通るいくつかの街道筋の近くにあるこの宗教建築の歴史は9世紀または10世紀にまで遡る。こうしたことからこの教会は1985年から保護文化財に指定されている。地元の砂岩で作られた建物の信号は 10メートルの高さがある。塔は高さ56メートルでゴシック時代に作られたピラミッド型の屋根をいただいている。屋根には1963年に銅が貼られた。内陣室は壁のアーチが印象的である。これらは窓の円を形成している。内陣の北壁にはベスト・ファーレンの伝統にのっ,とって白い砂岩で作られた国会室がある。現在、ここには 生産が保管されている。この建物は、アントウェルペンのセールカギルドによるフランドル風の彫刻祭壇と卓越した石膏の仕事で飾られている。最も古い作品は、黄色い砂岩で作られた13世紀初めのロマネスク様式のラいライバンである。この建物は19世紀に、かなりの建築上の変更が行われた。浴老、正方形の内陣、堂々たる。 ベストハウスを持つロマネスク様式のボールトバシリカという元々の特徴はこの過程で損なわれた。聖シュテファヌス教区教会カトリックの教区教会聖シュテファヌス教会は平線都市管区に位置している。この教会は1985年から保護文化財に指定されている。エントロプ教区教会エントロプの教会この福音主義の教区教会は11世紀に 現在のエントロープと士官区にあたる、境界区の中心に建設された。正方形の斎藤は、この教会の最も古い部分である。この塔は11世紀、または12世紀に建設された。これに対して、東向きに、ほぼ同時代に建設された、細いロマネスク様式のホール式教会が繋がっていた。このホール式教会は現存していないが、その屋根の痕跡のラインが、 塔の塔壁に残っている。この塔は、緩んだ壁が倒壊の危機にあったため、1960年代、半ばに修復された。1870年代から、境界塔はその頂上に、玉、十字架、風見取りをいただいている。また、1723年に、時計職人、ディートリヒシュマルト2ヘルツェブロックによって製作された、連鉄製の塔時計がある。 この時計は数年前から1時間ごとになるようになった。塔には本堂がつながっている。本堂は16世紀に作られた切り妻屋根をいただいている。美術史上注目すべきなのが簡素な教会道内の壁である。この壁は1966年の修復作業によって発見された。壁は内陣室の壁に断片状に残されており、 使との群像が描かれている。エントロプの教会では、左岸性のアライライバンも特筆に値する。スリーコールカマチーコールアンジーン2002年に完成したヨーロッパ最大のヒンズー教寺院の一つである、スリーコールカマチーコールアンジーンは、見応えがある。この建築は、ヒンズー教の要素と20世紀後期の植物的な、機能性本位の建築様式を組み合わせたものである。 内部も含め、建物全体が、興味深い多文化体験を提供している。城塞と、城間、ニーンブリュッゲ城ハムのボックムヘーフェルト市カ区シュタインビンケル広木地内に、おそらくニーンブリュッゲ城塞の遺構であると思われる、ブルクグレフテがある。マルク城マルク城は、マルク白華の類代の城であった。かつての城塞施設のうち現存しているのは、 森に覆われた城山を囲む水堀だけである。主官は18世紀から採石場として利用された。1803年には城の基礎部分まで解体され、1973年と1975年の考古学的発掘では考古学所見の広範な侵害が確認された。これはとても残念なことであった。というのもマルク城は、 ベストファーレン最大級のもっての一つであったからで、ある。ハム集落建設から750年にあたる1976年に、宮殿のおおよその位置が、城山上の地面に石積みによって示された。シュタットブルク、または、マルク博クの城都市建設後のある時期に、北側は死壁を境界として、北の奴隷に築かれたマルク博クの城は、現存していない。 1920年代にはすでに城の建物はわずかな痕跡だけになっていた。だが、この時期までは、城の地下貯蔵庫は完全に保存されていた。この遺構は、1944年に空爆によって完全に破壊され、その後小児病院、セーリーイザベトニュージーンが建設された。これらは、2006年に聖アグネスシニアセンターの新館建設のために取り壊され、 放置された掘削作業の過程で地中から城の基礎壁が残されていることが明らかになった。この壁は一般公開され近づくことができるように残された。このために路面表示とオリジナルの発掘の部分展示が行われた。平泉城平泉上前景平泉上は浜市平泉都市圏区の立別川沿いに立つ上関施設である。 この城は975年にミュニスター市教ルドルフの世襲財産として初めて記録されている。現在この歴史的な場所はベーゼラーが明けの所有となっているが彼ら自身は住んでおらず40年以上前から体験学習施設、私立義ムナジウム及び寄宿舎として利用されている。山翼構造の主館はレンガ造りで 特徴的な構造として二つの高さ30メートル階段ハフを有している。現在の上巻は、先代の建物からすでに用いられていた14世紀の多くの柱で作られている。異なる所有者の下で何度も改築、改装が行われた。現在の姿は1908年頃に、ミューンスターの行政官区長官、アルフレート編前によるものである。彼は、 イギリス建築をモデルとして、塔、ノコギリ壁を持つネオゴシック様式の外観を、この建物にもたらした。この建物に付属する、上官西側のバロック庭園や、イギリス式風景庭園様式の公園は、現在も、わずかに残されており、ローゼンガルテンと呼ばれている。エルメリングホーフ場、エルメリングホーフ場、エルメリングホーフ場は、 ハムシ・市ボックムヘーフェルト・市管区に位置するかつての騎士の居城である。この城は1350年に初めて文献に記録されている。オーバーベリース城・城オーバーベリース城・城オーバーベリース・城は、ハムシ・平然都市管区の立派川沿いの草地にある二翼式の水城である。 この城は1284年にリムブルク博の霊園登録簿にエンゲルベルト・ホンヘルベルンの所有として初めて記録されている。この城は様々な時代に上官施設に取り込まれたものを含め多くの建物で構成されている。1942年からはハム市の所有となっており、1952年から1975年まで大規模な修復がなされた。 現在この水木は、学校、サークル、教会、グループの追加教育の場として人気である。この城はさらに教育、交流の場として、あるいは、ハム市の式典会場として利用されている。パビリオン島で、戸籍法上の結婚式が行われることもある。エントロプ館エントロプ館は、エントロプ宿に位置する水城である。1720年に建設された、 この上官は現在私有財産となっており修復が必要な状態にある。この建物は1986年2月6日から保護文化財に指定されている。この城は公園に囲まれている。領主館、エントロップと士官区のグレーネベル区間も領主館の一つに数えられる。この上官は1800年頃にアウグスト・ゴットフリート・フォン・ズートハウゼンの所有となった。 彼は、ディートリー・ヒゲルハルト・フリードリヒ・ズートハウゼンの息子に、当たる。彼には、子供がいなかったため、老いのヨハン・アドルフ・フォン・ズートハウゼンを、相続人に指名した。ヨハン・アドルフは1809年に、グレーネベルク館を、ドルトムントの宮廷官僚のカール・ビー・レフェルトに、売却した。グレーネベルク館は、現在個人所有で、1986年から、 保護文化財に指定されている。ハム市にはさらに、エントロプに、ホーエンオーファー館、ハムミッテに、ケントロープ館、ハムレルヒエニレック館といった貴族の館がある。現存しない白ボックムヘーフェルのガイネッゲ城、同じくボックムヘーフェルのヘーフェル館、ヘリンゲンのホムブルクは現存しない。これらの建物はいずれも、その跡地に新しい建物があり、痕跡も見ることはできない。 この他に19世紀に取り壊された、ノルトヘリング館は、かつての所有者にちなんでトルクスブルクとも呼ばれていた。この館は、ヘリンガーバッハ川がリッペ川に注ぐ合流点に、設けられたマ丸くク,クの城塞で、リッペの北の国境の守備に用いられていた。このため、この建物は、ホムブルクの後継城塞であった可能性がある。シュタットホーフ・シュタットホーフは、 市の郊外に移転した本宅に対して別宅として時折利用された館で数多くの家門が自らの辞書をそう呼んでいた。ハムにはシュタットホーフも現存していない。ナッサウアーホーフこれはナッサウアーホーフに特に当てはまる。この館は所有者にちなんで名付けられたナッサウアー通りの貴族の館であった。この館はもともとハウゼン家のシュタットホーフであった。 これを相続した娘のカタリーナは、ドルトムント市長、ニコラウス・フォンデア・ベルスボルトと結婚した。このベルスボルト夫妻、または、その相続者は、1712年に貴族に劣せられた、ベストホーフェン家に、ハムのシュタットホーフを売却した。この館は、ベストホーフェン家から、ズートハウゼン家の所有となった。ィトリヒルハルト・フリードリヒ・ズートハウゼンとその妻、 ルイーゼ・ジビラは、ハイト・ホーフで暮らし、ナッサウ・アー・ホーフを1757年から1763年まで、心配死していた。1766年、文献に、ナッサウ・アー・ホーフは空き家である。この館は、H クローネ、R ズート・ハウス所有しているが、彼は、市外のグーとハイト・ホーフに住んでいるという記述がある。1767年に戦争、領土委員会が、 ハムに設立された時、所有者が高額の賃貸料を設定したため新しい賃貸契約は締結されなかった。彼の息子で戦争、領土委員のカールディートリヒビルヘルムフォンズートハウゼンは、少なくとも時折は、この館に自ら寄居し、ハイトホー府官は遺産分割の結果、兄の所有となった。1792年12月に、 フランス王ルイ16世の弟プロヴァンス博ルイとアルトワークシャルルがナッサウアーホー府に宿泊した。プロイセン王はハムを流刑地にしたが、ラインラントコブレンツへの革命軍入場後はこれを放棄せざるを得なかった。1793年1月28日、ルイド・プロヴァンスは、老いのルイ17世が未成年のうちは摂政を務めるという、いわゆるハム宣言を行った。 ナッサウアー通り13番地の本来のナッサウアー、ホーフとその付属建造物は1850年にカトリック教会に売却され、その敷地にマリエンホスピタルが建設された。これ以後、ナッサウアーホーフという名称は、ナッサウアー通り17番地の立派な建物のものとなった。これは、もともとは、同じ貴族家の土地に含まれていたのだが、早くも1783年に、 官僚の旧レンタールに売却されていた。1932年にナッサウアー通り17番地の館はマリエンホスピタル増築のために取り壊された。平シッシャーホーフ平シッシャーホーフとも呼ばれる平線のフォンデアレッケ男尺のシュタットホーフはブリューダー通りにあり、1886年にはギムナジウムの学長カール・シュメルツァーが賃借人であったことがわかっている。 この建物は1880年に作られた学校のすぐ東隣にあった。ブリューダー通り58番地、59番地の建物ももともとはこの館の付属建造物であり、1734年の大化までは一つの屋根の下にあった。1734年以前にすでに列家男爵はブリューダー通り58番地をカトリック教会に カトリックの学校校舎として譲渡した。ブリューダー通り59番地もガラス職人、コンラート・シュレーマーの所有となった。1734年に消失した本館は、未亡人アンナ・エリーザベト・フォンデアレッケ2、ヘッセンによって、ヨハン・コンラート・キルヒホフに売却された。ヘイレンシェス・ハウス・フォン・プレッテンベルク2ヘイレン団尺は、マルクト広場に、シュタットホーフを所有していた。 この館は1767年から、マルク港のハムの戦争、領土委員会の本部に転用された。この他に、例えばフォンガレンツーハウスエルメリングホーフ男爵の、シュタットホーフなどが存在していたことは、証明されているが、その場所などは未だに特定されていない。世俗建造物度重なる、都市火災や、第二次世界大戦の戦火とその後の復興による、 破壊でない市街に残されている古い建物はわずかで、ある。シュトゥーニケンハウスシュトゥーニケンハウス消防隊長のシュトゥーニケンがこの館とシュトゥーニケンマルクとの名前の由来である。アントニー通り10番地のシュトゥーニケンハウスは屋外階段を持つバロック様式の切り妻建築である。この建物は、市の消防隊長、ヨハンベルンハルトシュトゥーニケンによって1748年に、 北ドイツの商人の館をモデルに建設された。この当時の建物としては珍しく、数多くの火災や、第二次世界大戦時のハムに対する空襲を切り抜けた。建設者の死後、息子のナタナエル・シュトゥーニケンがこの館を相続した。これをさらに義兄弟のヨハン・ペーター・シュミッツが相続した。彼の妻マグダレーナは1842年に亡くなった。 その後この屋敷は商人のアウグスト・クラスマンのものとなった。クラスマンは1864年にシュトゥーニケンハウスを旅館の亭主フリードリヒ・レッフェルトに売却し、1878年に息子のモーリッツ・レッフェルトがこれを相続した。その後この館はレッフェルト家から毛皮加工職人アントン・エーデルに渡り、その死後は息子のヨハン・エーデルが受け継いだ。 エーデル家は1977年にこの不動産をハム氏に売却した。この館は1978年に徹底的に改修された。現在その内部は飲食店となっている。この建物は1986年から保護文化財に指定されている。フォアシュルツェカンフォアシュルツェカン中途通り8番地のフォアシュルツェカンは シュトゥーニケンハウスよりもわずかに早く建設された。この寄せ胸作り3階建てで付け柱を持つ宮殿風の建物は市長ゴッドフリートバルタザール・アーデマファーとその妻、エーファ・カタリーナによって建てられた。レトベルク家は壊滅的な火災の3年後にあたる1744年に2軒の古い家を新しく建設した。この建物は1986年から 保護文化財に指定されている。メインのファサードは、重棟通りに向いており、4本の不柱で構成されている。その中東は、上階の窓部分にある。連鉄製の階段の手すりには、セシのイニシャル GBR と石 R が刻まれている。建設主の死後、娘のマリアンネとその夫のエルンストフォン・ロムベルク・中佐がこの建物を相続した。 1805年にもロムベルク家の未亡人がここに住んでいた。19世紀前半には司法長官アウグスト・オーバーベックがこの館を所有していた。それに引き続いてハム上級地方裁判所の所長ビルヘルム・ヨハン・ハインリー・ヒレントがこの建物に住んだ。穀物商人フランツ・クラフェッケはこの建物を時折支店として利用し、 その目的のために広いスペースを改造した。彼の娘アントーニア・クラフェッケは1870年に穀物商人クリスティアン・ハイムリヒ・フォアシュルツェと結婚した。現在のこの館の名称はこの根下に由来する。1976年までフォアシュルツェ家がこの建物を所有し、その後ハム市に売却した。この建物は1980年。 81年に徹底的に改修され、創建当時のオリジナルの姿に戻された。フォアシュルツェカンには現在、ハム氏の戸籍役場が入居している。フォアシュルツェカンの南に隣接するレストラン、ゾフラの建物は、ベルンハルト・ハインリヒ・レディッカーの未亡人がヘッセルマンの遺産によって購入した隣の土地も合わせて、1746年に建てさせたものである。 十都通り10番地のこの建物は、1989年から、保護文化財に指定されている。旧江、人情造所旧江、人造所アイれると通り15番地の旧江、人情造所は、この町の中世後期最後の木組建築の一つで、あり、平成の城住ーれに次いで、市内で2番目に古い建築物である。前面は後世に改築されているが、建物自体は、 年輪年代測定法により1516年に建設されたとされている。上階はトラウフ側に持ち送りからせり出している。ビドゥム通りとアイレルト通りとの角にあたるアイレルト通り15番地の場所は18世紀にはアウフモルト家の所有であった。アルベルト・ヨハン・アウフモルトの未亡人は宿屋の亭主、ビルヘルム・メレンホフと再婚した。 この未亡人は1828年、ベスト・ファーレン・アンツアイガーに屋敷を売却する新聞広告を掲載した。1831年には、料理店主、ルート・ビヒシャルニカがこの屋敷の所有者となっている。この家の名前は、1866年からこの屋敷を所有したヘニン家に由来する。大掛かりな修復後、現在は再び飲食店が入居している。 ドイツ国国立銀行と鉱山監督局旧ハム鉱山監督局1913年から1994年に廃止されるまでゲーテ通り6番地の建物にハム鉱山監督局が入居していた。球場蔵書周辺ビドゥム通り10番地と12番地の建物は同じ時期に建てられた。校舎は19世紀に改築された。 ビドゥム通り10番地の3階建ての建物は16世紀初めに建てられたハムキュ市街で最も古いクラスの建物の一つに数えられる。この家は1989年から保護文化財に指定されている。この建物は16世紀初めにビドゥム通り12番地の高層な市民の屋敷の別館として建てられた。ビドゥム通り36番地のフレーゼテーも保存されている。 この建物は19世紀に裏側に向かって増築された。大規模な修復によって19世紀の漆喰塗りのファサードの裏から元々の木組みが現れた。この建物は1986年から保護文化財に指定されている。アルトハムノルト通り16番地で創建当時から旅館を営んでいたアルトハムはノルト通りが ノルトバルト交差する地点の前に位置する最後の建物である。この角地に立つ建物は五角形の平面を持つ。この建物は1734年9月11日の大火の4日後以内に建設されたハムの最も古い建物の一つである。はじめこの建物の中にはブルワリーがあり、その後は上流所、さらにはパン焼き所が入り、現在は 大きな集会所となっている。この建物は第二次世界大戦をほぼ無傷で切り抜け、現在も本来の風変わりな形を保っている。この建物は1985年から保護文化財に指定されている。ハム駅ハム駅の駅舎は1920年にネオバロック様式で建設され、2001年に保護文化財に指定された。 この建物は1990年代半ばに修復された。エドムント・ペータース書店。エドムント・ペータース書店は、ハム内市街、オスト通り29番地に建っている。19世紀に漆喰が塗られた、この木組建築は、1996年から、保護文化財に指定されている。ダベロー、SEBAG ダベロー帝は、現在、 銀行セグ AG が入居するハム内市街、ベスト通り26番地の建物である。ここには、弁護士事務所も入居している。この建物は1995年から、保護文化財に指定されている。ここからは、毎年45ストゥバーが、アントニウスイコールガストハウスに、32ストゥバーが、ベステンホスピタルに税として支払われていた。 この館は1790年に未亡人で女性説教師のコイウスが所有していた。ヨハン・マクシミリアン・コヒウスはドレーヒエンの牧師であった。1803年にはフォン・プレッテンベルク少佐が賃貸でこの屋敷に住んだ。1820年と1822年には賃借人として家具職人のフォルマー一家とその息子家具職人見習い。 ハインレヒフローレンス・ビルヘルム・フォルマーが記録されている。この頃にはすでに、この館は、ヨハン・マクシュミリアン・コヒウスの娘ビルヘルミーネ・アマリー、コヒウスが相続していた。彼女は1800年に、ハーゲンの牧師、ビルヘルム・ハルフマンと結婚した。彼女は1831年にもこの館の所有者として記録されている。1846年には、 ハルフマン牧師の妻がベストフェリシャーアンツイガーにこの館を売却する広告を掲載した。1866年と1886年に商人のハインリヒトッペが所有者であったことが証明されている。彼は1902年にもここで鉄、鋼、真鍮の販売を営んでいた。1908年、オットー F ・ダベローがこの館を有名なダベローを書店に 改造した。この書店は1990年代まで存続していた。1926年、建築家、ハンス・ジャック・マー・ダベローの設計に基づいて、ブラウアー・ザールが新則物主義様式で建設され、ここでは主に市の朗読会が催された。オットー・フ・ダベローは、ハム軍及び、ハム市の郷土カレンダーの発行者としても知られているが、このカレンダーは1925年、 1926年、1927年に発行されただけであった。アインホルニア局、アイヒホルン薬局、アインホルン薬局はベスト通り22番地にある。この建物は1888年に建設され、1997年に保護文化財に指定された。アインホルニア局の北側に連なる住居圏オフィスの建物も保護文化財である。 これは1900年から1905年に建設された新しい建物である。ハム税務所。ハム税務所は、ハム及びウナ軍のカーメン、ベルクカーメン、ベーネンを管轄している。グリューン通りの元々の建物は1924年、25年に建設された。後に新しい建物が設けられ、現在の玄関もこの中にある。 建物は1985年に保護文化財に指定された。オフィスビルロンメル20世紀初期の建築では、ベスト通りとリッター通りの角にあるオフィスビルロンメルが結出している。摂取は靴販売商フィーホフであった。上階には当時の老若に人気のカフェメトロポールがあった。この表現主義様式のレンガ建築は1927年に、 建築家、マックス・クルーゼ・マルクの設計に基づいて建設され、レンが表現主義建築に分類される。ハムの同様の建築様式の例としてはこの他に、交番、ユース・ホステル、2010年に解体された市民ホールがある。ハマー・マイレージュート・通り南端のテオドール・ホイス広場から、北方向、ハマー・マレーの景観。正面にイーゼンベックイコールビアグラスが見えるハマー。 マイレとは、ジュート通りのパウルス協会から、視聴者までの飲食店が集まった地域のことである。もともとここにあった、飲食店がすべて存続できているわけではなく、いくつかの空き家が見られる。そのうちのいくつかについては、投資家が見つかっている。マリエンホスピタルは、ここに、新しい病院を建設した。2008年、ハマー・マイレの古い建築を、 病院の建物へ改築するために、そのファサードの取り壊しが決定した。ベルリン、ビーレフェルト、ミューンスターで研究を行っているアンドレアス・シュルテの考古学的考察により、18世紀にはこの付近の、住都通りが高級住宅地であったことが判明した。18世紀前半のハムの不動産に関する、販売傾向、特に貴族家が売却する、市内の邸宅のそれは、 同世紀後半の戦争、領土委員会員による家屋購入により解消された。シュルテはいくつかの重要な家屋の場所と所有者を記述し、現在のベスト通り4番地に市のワイン販売店があったことを明らかにした。これにより、ハマー・マイレを含む街路や地区全体の住民構造の記述が可能となった。シュルテは1741年の火災による、 被災区域の地図を完成させたが、地下倉庫については記述されていない。この地図から1734年から1886年までの間の住宅本が作られ、この街の興味深い地域にスポットを当てている。イーゼンベックイコールビアグラスハム氏は2004年にもう一つの象徴的建造物を取り戻した。旧イーゼンベック醸造所に掲げられていた泡立つビールグラスが、 同じ大きさで復元されて、ウニベルザハウスに掲げられた。ただし、ネオンサインの繊維はオリジナルよりもゆっくりである。醸造所自体は1990年に取り壊され、その場所には、アレイコールセンターが設けられている。コメディエンハウスもともと庭園の園庭として建設された、ノルトリング9番地のコメディエンハウスは、1735年頃と177 17年に、 改築された。第二次世界大戦で甚大な損害を被った後、簡素化されて再建された。クアハウスバートハムのクアハウス古木が植えられ、伝統的なバートハムの施設として設けられた、クアパルク大卑を持つクアパルク内に、ハム市のクアハウスがある。この建物は19世紀後期に建設されたもので、保護文化財に指定されている。この建物は、 バートハムの時代を思い起こさせる。その後継者にあたるのが隣接する主義療法のクリニックである。連平上の戦争記念碑不仏戦争の戦没者を追悼する記念碑がマルクト広場の西側に1875年に建立された。ネオゴシック様式の要素を持つ高さ6メートルの台座の上に、 ドイツ国の象徴である女神ゲルマニアの像が二つの名盤を掲げている。この記念碑は、日本目となる支電の路線を丸くと広場に建設するために、1914年に、連平城の橋に移設された。1969年に、この記念碑は、保存状態が悪く、文化的価値も低いとされ、危うく廃棄されそうになった。しかし歴史的な証拠としての性格が、 改めて評価され、1989年に保護、文化財に指定された。2000年には、徹底的な改修がなされた。マルクト広場ハムのマルクト広場。向かって、左寄りのアーケードのある建物が、ハム貯蓄銀行1キロメートルを超える長さの歩行者。専用地域の中央に、パウルス協会を有するマルクト広場がある。 20世紀初めまでマルクト広場を縁取っていた18世紀に建設された家屋は第二次世界大戦中のハム内市街のほぼ完全な破壊の犠牲となった。やはり戦争で破壊された旧市庁舎は再建されなかった。その場所には現在1950年51年に建設されたハム貯蓄銀行が建っている。この建物は外側にあるアーケードによって かつての視聴者を思い起こさせる。コッホ水車、コッホ水車、ノルト通り19番地のコッホ水車館は、1734年の大化の後に、それまで2軒の建物があった場所に建設された。この建物は1990年に保護文化財に指定された。警察署、旧ハム警察署は、法衛通り80番地にある。この建物は1926年、 27年に建設され、1985年に保護文化財に指定された。その背後には近代的な新庁舎があり、グリューン通り10番地に達している。新旧庁舎は中庭を通るガラス張りの通路で結ばれている。旧警察署の玄関上にある4つの像は、有紀英知、正義、資料の4つの特目を象徴している。 ハーフェン通りハーフェン通りには、伝説的な市の仮設住宅がいくつかあった。ここには放浪した過去を持つ高齢の貧困者の他に、第一次世界大戦の終戦前後からハムにも、住み着いたロマなどの公的な条件を満たさない、新たな貧困者も住んでいた。1960年代末に、バラック施設が取り壊され、住民は、市内に分散されて、空いた土地に、 建物が建設された。私壁中世の私壁の遺構は、1985年に、ノルデンバルで発掘され、一部が新たに復元された。ベルゲ水道塔、ベルゲシクヘルベークの水道塔は、外側から見学できるだけである。東の水道塔は1907年に建設され、約2000立方メートルの水を貯蔵できる。 二つ目の塔は1915年に建設され、約3000立方メートルを貯水できる。最高水位は、海抜132メートルに達する。水道塔は、ルール側から引いた水をハムに分配する前の圧力調整に用いられている。公園施設ハムは、しばしば、緑の町と呼ばれるが、これはほとんど田舎に立地しているだけでなく、都市間区に、数多くの公園があり、 解放された、再自然化した、丘陵地が存在することに由来する。フリードリ・ヒエーベルト公園、フリードリ・ヒエーベルト公園ハムの西に位置する、フリードリ・ヒエーベルト公園は、オーベロン通り、ビルヘルムリープクネヒト通り、ビルヘルム通りの間に広がっている。地元の人々は、ゲルマニアパルクとも呼ぶ。ここには、フリードリ・ヒエーベルト実家学校、 パルクシューレとメルキシェスギムナジウム、料理店、ホッペガルデン、ゲルマニアバーティターニアンパルクの跡地に2008年から設けられた、石の迷路や、アスレチックコースなどがある。公園内には、トネリコの林の近くに2つの大きな池があり、小さな森、豊かな動植物が存在する。クアパルク・バートハムのクアパルク・クアパルク、バートハムも市民に大変人気がある。この公園は、 連平城の東、ダッテルンハムンガの南に位置する。この公園は、テアターザールに近いクワハウスや主義療法のクリニックを取り囲んでいる。マクシミリアン公園、マクシミリアン公園。画面向かって、左上に、ガラスの像をストベネマール宿に、マクシミリアン公園がある。ここには、近郊保養地検イベント会場で、 1984年の第一回集庭園白の際に旧マクシミリアン鉱山跡に作られた。ハム氏の象徴的建造物として鉱山の先端上を改造してガラスの像が作られた。現在ガラスの像の中にはマクシーコールラボが設けられており、上部側に小さな庭園がある。マクシミリアン公園とクワパルクは、 テーマルート7および23、産業文化ルートの一部を成している。リングアンラーゲン内市街を囲んで、緑地帯、リングアンラーゲンがある。これは、南側と西の一部では、アーゼ川の古い川筋を示しており、全体が、ハム市を囲んでいた、市壁、防衛土類、堀のルートの跡を、現在もはっきりと示している。ゼルバッハ公園、ゼルバッハ公園は、 ペルクム地区にあり、1974年、75年に、ルール地方の公園管区計画に従って、造営された。この公園には、保養やスポーツ活動のための施設が用意されている。波立つプールを持つレジャープールの他にミニゴルフ場や、陸上競技、テニスなどのためのスポーツ施設がある。緑地公園は、農林業用地に囲まれている。 動物園内市街南側のグリューン通り沿いにハム動物園がある。ここは1934年6月30日に、初めは動植物園、充電シュタットパルクとして開園した。1944年4月22日に爆撃で、これが破壊された後、1950年に動物園が再開された。遊歩道ハムには、例えば、 レーマールートなどの地域を越えて広がる大規模な遊歩道網や自転車道網がある。キッシンガー高地が保養地区として開放された後、ここに7トルの遊歩道が整備された。この丘陵地の最高地点からは、州内やさらには、ハールシュトラングまで見渡すことができる。ハイカーに特に人気なのが、ハムヘイセン地区からアーレンにかけて広がる森林地域。 平泉の森である。平泉の森地域には、バルトビューネ平泉もある。リッペパルク、リッペパルク、西に何か新しいものというスローガンの下、ハムヘリンゲン都市間区のフランツ港の敷地内に、2009年に、新しいレジャー施設、リッペパルクハムが設けられた。ハムには、大小様々な数多くのスポーツクラブで多彩な、スポーツ種目が楽しまれている。 約160のスポーツクラブは、この街のクラブ活動、社会活動の重要な構成要素となっている。いくつかのクラブは地域を超えた重要性を獲得している。また、ベストファーレン体操連盟は、オーバーベリース上に本部を置いている。サッカーベストファリアリーネルーンは、2017年、18年シーズンから、レギオナルリーグベストの地位を保持できず、 ハマー SPVG と共にオーバーリーガベストファーレンでプレーしている。1970年代、SC アイントラハトハムは、ブンデスリーガ2部への昇格目前の重要なクラブであったが、決定的な試合を落とし、財政上の問題が発生した。アイスホッケーハムでは、3つのクラブがアイススポーツを担っていた。特に、アイスホッケーは、 1990年代に大変に人気があった。エース V ハームは最も古いクラブでスケートリンクを運営していた。このクラブは1994、95年シーズンからすでに1リーガノルトでプレーした。2シーズンを2リーガノルトで過ごした後、1996、97年に再び1リーガノルトに昇格した。アイスベーレンは 最後のシーズンを2番目に高いクラスで終えようとしていたが、それは実現しなかった。シーズン終了まで2試合を残して、1998年3月に破産申請がなされ倒産したため、試合が行われなかったのである。その後すぐにクラブは解散した。次のシーズンには、新たに設立された A ソシーハムが、 解散したハマー・アイスベーレンの選手を採用して、レギオナルリーガに昇格した。このクラブは5シーズン戦ったが、やはり解散した。アイスベーレンの場合と同じように財政上の問題が、重要な役割を演じたのだが、その問題は1997、98年シーズンのアイスベーレンよりも、ずっと軽度であった。現在は、リッペイコールホッケーイコールハムというクラブが、 ハマーハスキーズの後継として活動している。このクラブははじめ、EDC ハムが解散したことで行き場を失った、若手を集めて発足した。第一チームは2010、11年シーズンからレブ、NRW のアイスホッケーイコール O2010、2011でプレーした。このクラブは特に若手の育成に力を入れている。第一チームは2011年5月31日から、 伝統的なハマーアイスベイレンの名前を使っている。ハンドボールハムのハンドボール競技で最も成功したクラブが ASV ハム04-69ハンドボールである。このクラブの男子チームは2006-7年シーズンからハンドボールイコール分で3が2部でプレーした。2010年に2部リーグで優勝し、男子第一チームは2010-11年シーズンに初めて ハンドボールイコール分で3が一部に昇格した。このシーズンの初めから、かつて、ライバルクラブであった、アーレン s g とともに、ASV ハムの競技運営団体参加の、ハンドボールスポーツ共同体アーレンハムを発足させた。共同での試合運営という波乱の年の後、アーレンに、ハンドボールの運営基盤が整備され、両クラブは再び分離され、それぞれ本来の名称に戻った。 この分離後、チームは ASV ハムベストファーレンという名称で新たにハンドボールイコール分で3が2部に参戦した。2011、12年シーズン、このチームは6位であった。このチームは平均約2000人の観客を集めており、昔と変わらずハム市で監修を引きつけるものの一つに数えられる。ホームゲームは2008年から、 客席数2500のベストプレスイコールアレーナで行われている。ウォータースポーツハムで最も有名なウォータースポーツの担い手がマクスイ水泳チームハムである。このチームは2005年12月に当時の SC ローテエルデハムの水泳部門の上級者たちによって結成された。これ以後、このチームの選手たちはノルトラインベストファーレン州やドイツ全国の大会で 数多くのメダルを獲得している。前述の SC ローテ、エルデハムは、最盛期には11回ドイツチャンピオンとなり、バッサーフロインでシュパンダウレイオンに更新されたものの、ドイツの2位の記録を保持していた。SC ローテ、エルデハムの男子チームは、最終的には2部リーガベストに参加していた。2010年9月、SC ローテ、エルデハムと SV、ブラムバウアーから、 スタートゲマインシャフト、サグワ SC ローテルで SV、ブラムバウアーが設立された。このスタートゲマインシャフトは、更新の育成奨励やタレントセンターの開設のほか、ブンデスリーが一部チームの構築を目標としている。このスタートゲマインシャフトは、2部リーグのチームの他に、オーバーリーガ、フェアバンツリーが別力スリーガのチームをそれぞれ有している。 母体クラブの SC ローテールでは、水球部門を有していたが、スタートゲマインシャフトに完全に取り込まれて、以後水泳チームの設立は、アーティスティックスイムとアクアフィットネスの部門に制限された。1962年に設立された、ドイツ潜水クラブハムは、毎年6月、または7月に、運河で水泳を行っている。コースは、全長2000メートルである。さらにデュクは、 水中ラグビーを開始した。このチームは、ブンデスリーが2分西地区で3位となった。ハムではこの他にも水泳教育を行っているクラブが、数多く存在する。中でも、ドイツ人命救助協会ハム支部は、泳げない人を泳げるように指導することや、水難救助英法に力を注いでいる。ファウストボールファウストボールについては、t b ベストファリアハムのチームが長年この街を、 牽引していたこのクラブは2011、12年のシーズン以降、ハマー SC2008 に合流した。女子第一チームは、ブンデスリーが一部北地区でプレーしており、男子第一チームは、ブンデスリーが二部に降格となった。男子チームはそれ以前には、何度も、ドイツチャンピオンとなり、ヨーロッパ杯を獲得したこともあった。このチームからは、 多くのドイツ代表選手が輩出された。ロールホッケーローラーホッケーでは、SK ゲルマニアヘリンゲンが、男子第一チームと女子第一チームが長年にわたって、ローラーホッケーブンデスリーが一部に所属し、2006年からヨーロッパ杯に出場を続けているハムを代表するクラブである。男子チームは、2012、13年シーズンの最終戦でエルグ、 イーザーローンを破り、初優勝を果たした。その他のスポーツ卓球では、TTC グリューンバイスバートハムの男子チームが、長年卓球ブンデスリーが一部に所属している。アメリカンフットボールでは、エース SRM ハムが2005年からリッペボールに参戦している。ボクシングクラブ MBR ハムは、2007、8年シーズンに、オーバーリーガノルトに属した。ハムは、 将来の投資をルール地方の構造改革に依存している。ハムはもともと独立した軍所属中期ボ都市の集合体であり、1975年の地域再編以後、宿同士を互いに結びつけるよう努めている。多くのプロジェクトが過去にすでに行われており、将来さらに予定されている。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。パウルス協会の東側にあたるドイツ語、カーパークティック当時客がその周囲を散策するために、クアパルクイコール遊歩公園内に設けられた池。ありがとうございます。